ちら海の見える放送局、金曜日は原田のぶろうのびのび金曜日。おはようございます、原田のぶろうです。おはようございます、久米村直子です。はい、2月の16日金曜日のびきんでございます。はい、10時から1時まで、3時間生放送でお送りしております。はい、はい、今日はちょっとあんまりパッとした天気じゃないですね。そうなんですよ。雨降ってた、降ってたんじゃないですか。昨日の夜雷鳴ったね。鳴ってた鳴ってた。そしたらあのうちの犬が、ああモアナちゃん、モアナがね、はい、起きてね、起きて、あ怖くて怖くて、ほんだよ、で吠えるんよね、あれね、犬ってね。吠えるんですか。わっ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 。どういうこと。雷とは分かってないでしょ。これが雷やな、あ雷鳴ってるわって。そうそ犬分かる。そんな、いやなんか本能で分かんのかな。本能本能寺の変変やで、それはそれは分からんでしょう。あ、じゃあ変な聞いたことない音がするってこと。いやでしょうね。そんな珍しいんじゃないですか。まあ聞いたことはあるんやろうけどもね。まあ生まれて、まあ、もう12年経ってますからね。12年経ってんだよ。うん、それから聞いたことはあると思うけど、うん、いやそれが雷でとかっていうのは分からないんですよ。あとそれよりもね、あの、はい、風、風が強かったね。あれすごかった。雷鳴る前にね、はい、いやそれはあの後から知ったんやけどね。ええな。いや起きた。いやっていうかうちあのいつかのあの去年の、うん、秋ぐらいかな、うん、なんかすごいあの嵐みたいな台風みたいな来た時に、あちょっとあのトタン屋根が壊れたんですよ。あら、トタンの屋根に住んであるんですか。そうそうそう、残念ながら。でそこだからブルーシート貼ってあるんですよ。え、そうそうそう、どこのお家の話。うちです。なおちゃんとこ。あはあはあ、マイホームね。マイホームね。ほんなら、うん、そのなんちゅうのと止めてるんですけど、隙間から風も強いから、うんうん、バラバラバラ、ああそうそう、めくれんねんね、めくれ風で、それで、うん、それで大丈夫かなと思って、うん、寝られへんか、寝られへん。直しいよ、はよ。いやほんで屋根に上がって、なんかね火災保険で、うん、そういうなんか台風とかで壊れたやつって折れるんですって、うんうん、保険が。あ、そうでしょうね。でその手続きを保険折り待ちしてるんで、うん、それが折り次第直すっていう。あ、そうなんです。保険折り次第、まず折り待ち、折り待ち、折り待ちでございます。保険の折り待ち。そう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 、そうなんです、はい。でも風でも野村さんとかはもう丈夫なお家でしょうから。いや、うちというか、まあ、マンションですからね、うん、あのレンガ造りのね。すごっ。でベランダも広いんでしょ。え、ベランダ、ベランダ言うても18畳ぐらい。何それ言いたい方だよな。ベランダもバタバタ言わへんのでしょ。言うよそら。え、言うようなもん置いてるんですか。いや置いてないけどね。前はね鳩に悩まされてましたけどね。そう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 、もう今いないんでしょ。いい、鳩今鳩がねいなくなりましてね。すごいな。はい、助かりましたわ。勝利したんですね。勝ちました、やっと勝ちました。おめでとうございます。あとも可愛いんやけどね。まあね、あの糞したりとかね、いろいろありますからね。ありませんね、うん、卵産んだりね。ああ、そう、それが大変やったわ。そうですよね、うん、このうちはあの優しい人が住んだはるなと。まあ安全や思ってくるんでしょうしね。安全なんでしょうね、うん、あのもう鳩にまで安全な男やと思われてるんです。鳩にまでって。なるほど、安全な男だなって。確かにそうですわ、うん、安全や。電車の中でね痴漢もしないやろなっていう。大丈夫やと、大丈夫やろ、このおっさんは大丈夫やと、大丈夫やと、うん、
だからね、大丈夫そうに見えるのか知らないですけど、うん、外国の方にね、はい、よく道とか聞かれますわ。そう、うん、道聞かれてるってわかるんですね。ん道を聞かれてるってちゃんと理解してはるんですね。いや、だってこう地図持ってきはって、あ、まあ京都やったら、はい、この清水寺、うん、どうやって行ったらいいのっていう、うんうん、その地図持ってはるからわかるでしょ、大体。ああ、どっか。清水寺って日本語にはあるんですか？いや、清水寺とは言われへんかったけどね。理解したんでしょ、でも清水に行きたいやなって。清水寺。あのね、何ね、SNS でね、はい、の友達の人とかいますやん。はい、その人が挙げたはったん一つね、面白いなと思ったのね、言葉の区切り方？うん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 。わかる？わかる。言葉の区切り方ってわかる？はい。例えばどんなのがありますか？難しいのあるやろ？難しいの。難しいの？難しいのっていうかね。例えば、原。え？ダノブローみたいな。あ、そう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 。清少納言。ああ！あれ、生で区切るんでしょ？お！知ってるやん、なおちゃん。生。はい。少納言。ほう。やって。ほう。そんな、うん。あれっぽくないですか？何？シルベスター・スタローンみたいな。あ、まあまあまあ、そういうことでしょ。ね。シルベスター・スタローン。はい。どこで切ってる？シルベスター・スタローンまで一気にいつも言ってた感じですね。あ、それだ、ごまかしてるんだよね。そう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 。シルベスター・スタローンの正解は知らないけども。はい。シルベスター・スタローン。ヘリコプターってわかる？ヘリコプター。うん。どこで切るの？切るのあれ。うん。区切る。どこで区切るか。ヘリ。ブー、ヘリコ、ブター。嘘。本当。ヘリコなの？ヘリコ、ブターなんよね。ほー。ハワイのカメハメハ大王とかでやるやんか。王様ね。どこで切る？カメハメハ。これまあ続けて言ったらいいのちゃうのと思うやろ、はい。区切りがちゃんとあるんですよ。だからまあ言ったら、生命みたいなもんよね。うん。じゃあカメ。ブー。全然当たらへんやん、え？普通そう思うわな。うん、か、めはめは。あ、そっちの方がいいね、やっぱり。なんで？か、めはめはの方がなんかいい。嘘、うん、かめはめはの方がいいやんか。か、めはめはが好き。キリマンジャロ。キリマン、ジャロ。普通そう言うわね。あ、じゃあ先から普通の人やね。もうこんだけ言うてたから、もうええ加減、違う、今まで言ったことないような言い方で。キリ。ブー。キリマ。正解。キリマ、んじゃろ。嘘ー。これはおかしいやろね。日本人としてよ。でも聞いたらその方がやっぱりいいね。キリマ、んじゃろっていいね。アカペラってあるでしょ？はぁ、あ。伴奏なしで。はい。声だけで歌う。はいはいはい、はい。というやつね。アカペラは？あ、カペラ。正解。やったやったナンバークイズで勝ったぐらい嬉しい今。プリマドンナ。あー、プリマドンナです。ブー。え？プリマドンナ。あ、そう。うん。コエンザイム。9点とかある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 。体にいいと言われている。はい、コエンザイム。コ、エンザイム。正解！コレステロール、コレステロール。コレステロール？うん。コレステロール。ブー！何？コレステロール。あー、コレステロール。面白いやろ、これ。すごいよ、そのクイズのブローさん。ねえ。何がすごいって。うん。技術のロングテールが起きてる。え、なんで？技術さんが、ものすごい生き生き楽しんでる。うん、あ、食いついてる？このクイズ。食いついてる？俺、うなずいて、笑顔でうなずいてるぐらい。登竜門。登竜門。登竜門。うん。登。うん。竜門。正解！
と、正解じゃない。と、龍門。へぇー。張本人。張本人。正解！やった！すごいやん！調子乗ってきた。クーデター。クーデター。うん。クーデター。正解！やったー面白い。もう今日はそれで終わろうよ。ずっと3時間これやるか。できるで、みんな絶対楽しんでると思う。そうかな。面白い。言語道断。へぇー。言語道断。言語。うん。道断。それ普通やろ。もういい加減なんか違うこと言えよ。言語道断。正解！言語道断。はぁー、面白い。うん、三半規管。三半規管ってあるでしょ、はいはいはい、耳とかね、はいはいはい、この耳のね、ところから出てるね。はい期間ですよね。三半期間。三半期間、うん、ブー何三半期間。ああどっちか悩んだのよね。これでも誰が区切ったん？誰が区切ってんのこれ？知らん。この区切り方の言葉。あれじゃない辞書作る人じゃん。辞書作る人？金田一さんじゃん。金田一一族。清少納言は言ったよね。言った言った。清小納言。Oh. え？ペレストロイカ。ペレストロイカ。ブー。それ考えすぎ。ペレストロイカ。ペレ。これいつまでやんねんこれ。面白い。こんなのがね、送られてきてんね。僕も結構これで何時間もね、一人でこれ見ながら楽しんでたんですよ。あ、楽しいそれ。何の話から言ったかなこれ。何の話かな？もう忘れたんか？違う。あの、風がきついとか、そんなとこから。風がきつい？風がきつい。昨日の場、あの、ほら、保険でとか、そんな話してたじゃん。保険折り待ちって言って。保険折り待ち？それ区切ってんの？保険折り待ちやね。そんなこと言い出したら。おかしい。こんなんて。はい。あの、僕、正しいとかっていうのはないと思うんだけど。うん、ああ。っていうか、なんか言いにくいし。言いにくい。何をもって正しいって言ってるのかな？その言葉の意味かな？それから、原田の、ブローやったらおかしいやんから。はいはいはい、はい。原田のブローっていうのは別々にあるでしょ、はい、うん。生命があるでしょ、うん、ね？そういうことはちゃんと、できてんのかな？できてんじゃん。今まで言ってたことは。そうじゃないですか、多分。うん、これを皆さんが、その、真に受けてね。うん。うん。テレビジョン。テレビジョン。正解！おー。おー、慣れてきたね、大体。シャングリラ。へー。シャングリラ。ブシャングリラ。そうこんなんね、無理あるやんな。無理あるっていうか何が正しいって。それ正しいのって思うよね。面白い。っていうことだらしいですよ。面白いわ。はい。はい。もうこれ遊ぶのはこの辺にして。面白い言うたらもう近づいてますよ、書道展、のぶろうさん。書道展はおもろいのか、僕の。それ面白いでしょ、あのアイディア。僕の書道展はおもろいのか。アイディアや発想が。ああ。面白いじゃないですか。ありがとうございます。まあ、あの、まず広島で3月の1日からね、31日まで筆の里工房で行われるんですけども、うん、あのねのね、原田のぶろう、筆を楽しむ展が行われると、はい。で、3月の20日の水曜日、この日は祝日なんですが、はい、午後1時30分から、のぶろうさんのトークライブが行われるということで。そうなんです。広島はその1日だけなんですけども。これ事前申し込みがいるんですよね。そうなんです。だから、あの、筆の里工房で検索していただいて、うん、ホームページからお申し込みいただくというふうにしていただいて遊びに行っていただけたらなと。はい。思います、はい。筆の里ですからね。はい。すごいとこですよ、そこ。いいとこですね。僕も見たことあるんですけども。いいの筆を探しにね、いろんな。ああ、いろんな筆をね。うん。鳥の筆とかね。ああ、うん。そんなんもあるんですか？あります、あります。何でも鳥でもいろんな種類の鳥があって、また違うんですよ。へぇー。線が変わってくんでね。ああ。だから今まで自分が描けなかったような線を筆が描いてくれはんねん。ああ。
筆任せみたいなところある。じゃあ今までちょっと書いたことがある文字でも、うん、違う筆で違う味にまたなったりする。そうなんよ。そこにその線が来るみたいな。そんなのがあるんですよ。でもこの書道展に向けてね、はい、この後は今度阪神百貨店であるじゃないですか、うん、梅田の。はい。むちゃむちゃもう書き溜めてるんですか？もうね、今ね、頑張って、そうなんです。仕事の間でね、書いてるんですよ。仕事終わっても、今までやったら、練習場行ったりとか、ゴルフの練習したりとかしてましたけど。してたけど。早めにお酒も飲んでましたけど。やけど。うん、そやから、ちょっとね、お酒の飲む量が減りましたね。へぇー。うん。すごい。そやから、ちょっと痩せたかな。運動もしてはるしね。運動がね、それが、でもこの間ヨガに来ました、ヨガ。ヨガ。ヨガは私ちょっと苦手っぽいんですけど、どうです？いや、だから、こんなポーズを取るのっていうようなことはしませんよ、そのヨガは。そんな、どんなヨガ？まあ、ストレッチを中心にしたヨガですね。それやったらいいですね。ストレッチ大事ですもんね。うん、そう、呼吸の仕方とかね。なるほど。すごい勉強になる。それから、書を書くときにも、空気の吸い方とか。やっぱ活かされるんですね、うん。それとね、姿勢が悪くなっていくんだよね。ずーっとね。やってると。うん。で、ちょっと大きなやつとかやったら、うんうん、下に、マット引いて、はい、で、下に向いて、膝を当ててね、はいはい、床に、はい。それで書くんですけども、それをまあ何回かやってると、もうなんか起き上がるとき、痛い。今度腰が痛くなってきた。同じ姿勢取るとね、うん。なるほど。で、こう、前の、はい、肩甲骨が、ほうほうほう、不肩甲骨になっていって。わかりやすい。わかりやすいやろ。これがこう、ぐーっとこう、内の方に巻くような感じになる。なるほど。はいはいはい、はい。要はもう、猫背みたいな感じになっていくんだけどね。それを治すにはどうしたらいいのかとかで教えてもらえるの。ストレッチして。ストレッチして。うわ、もうその成果が、書道展で、うん、確かめられるということですから。そうですよ。阪神百貨店、梅田店の方では、うん、3月の27日。はい。から4月の2日まで、うん。8回で開催されるんですけれども、はい。こちらのトークライブ&サイン会が、はい。行われるということで。土日にね。3月30日の土曜日と、はい。3月31日の日曜日。はい。で、どちらとも午後2時から。そうなんです。開催されると。そうです、そうです。だから僕が阪神百貨店の8階のところで歌を歌うということですよ。すごーい。そないでしょ、それなんて。楽しみですね。ええ。しかもよ、うん、皆様から大好評でございました、日めくりカレンダー、うん、はあ、販売していただけるんですね。そうなんです。その日めくりカレンダーね、うん、どんな言葉を書こうかなとかっていうのも大変でした。はい、うわー。で、それ全部、はい、割り箸で書くんです。あ、これ？うん。へぇー。それはね、うん、日めくりカレンダーだけ割り箸で書くんです。それは自分でこう削って。削ってっていうか、もう一番いいのはそのまま書いてるんですけど。ところがね、割り箸ってね、うん、いろんな割り箸あるやんか。それと同じように、字の形が変わってくんねんね。それに気がついた。は割り箸で、書を書こうっていう人って、まずいないと思うんだけど、うんうんうん、たまたま僕は一回これで書いてみようかなと思ったら、面白いんですよ。へー、面白い字が出るね。じゃあいろんな割り箸ですか？同じやつでずっと書いたんですか？同じやつでずっと書いてたんですけども、はい、前回は、はい。ところが今回は違うので書いてみようと思って。いろんな割り箸で？そしたらまた違う字が できてきてね。面白い。これがまた新しい言葉も入ってます。うわー、日めくりカレンダーはもう好評ですから。ちょっとなくなる前に皆さんゲットしていただけたらなと思いますけどね。はい、グッズは他にもね、うん、手ぬぐいとかポストカードとかいろいろ販売されますから。はい。ぜひ皆さんも楽しみに。入場は無料でございます。はい。お出かけいただけたらと思います。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。ということで今日も、のびのび、金曜日のび金の方に皆さんからのメッセージお待ちしております。うん、はい。はい、いただいた方の中からお二人にプレゼントがあります、うん、はい、そうなんです。ねのね50周年コンサート記念タオル、京都限定パープルか東京限定のグリーンかどちらかが当たります。メールはのび @jocr.jp、 ファックスは078
361-0005。 おはがきの方は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西原田信郎のびのび金曜日の係までお寄せください。お待ちしてます。はい、待っております。それではこのコーナーからいきましょう。ナバリンのスポーツ大好き。このコーナーは神戸シーバスボーボー神戸早駒湯の提供でお送りします。はい、メッセージをいただいております。ありがとうございます。兵庫県は小野市のふぐ屋でバイトさんからいただきました。私は地元のふぐ屋さんでバイトをしています。はい、いいね、なんか、ね、はい、お疲れさんとかって言ってね、はい、みんなでおならふぐ食べましょうかって言って、毎日ふぐ食べられるのちゃうかなって思わへん。絶対ないと思う絶対ない。だって余ることもないでしょうし。そうかな。うん、フグの毒だけ余ってるとかって。いやだ。食べられるか、そんなもん。お店のオーナーが、ゴルフ好きなのと、うん、はい、小野市にはいっぱいゴルフ場があるので、そうですよね。うんうん、たくさんゴルフ場がありますね、小野は。遊びでよく行きますと。はい。ゴルフ場には友達がバイトしているところもいっぱいあって、身近な存在です。うん。ね、ゴルフ場が身近に感じるっていうのはいいですね。いいですね。ところで、ノブリに質問です。OB かなと思う球を打って、はい、打って探しに行った時、うん、自分のボールはなかなか見つからないんですけども、うん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 、他のボールを拾うことが結構あります。ああ、はい。ね。うんうん、まあ、なかなかみんな、全員がその探しに行って、見つかるということはないんですよね。うん、あ、ないわーとかって言って、ああ、そうやね、ここ芝がね、多いからね、はい、芝が長いこと伸びてるからね、ちょっと芝が伸びてるところがあるともうわからなくなりますね、うん。で、新しいボールだったりすると、その探しに行ってね、新しいボールだったりすると嬉しくなります。おー、わかる。うん、それをもらって帰るわけですね。はい、あ、こんなんまだ新しいやんとかっていうようなボールが、自分のボールはないんですけども、はい、人のボールを探す。それをもらっていく。それはもらってもええもんなんですか？いいんでしょうね。うん、で、そんなん拾ったらあかんという人と、ゴルフボールは回り回ってるから、拾ってもいいねんで、っていう人と二つに分かれますが、はい、ノブリンはどちら派ですかって。なんでノブリンって。ノブリンはどちら派ですか。どっち派ですか、本当。どっち派？いや、別に自分で、うん、あ、このボール前から一回打ってみたかったボールやん、あとか、はいはい、まだ綺麗やん、うん、とかっていうのやったらいいん違うの。あ、ただしね、もう、うん、どっちが分からんような、ちょっと汚れてるなとか、はい、なんか、石のね、うん、石かなんかに当たって、硬いものに、はい、そこにガーンって当たって傷ついてるもんとか、うん、それはもう使わない方がいいですよね。パター打っても、ちょっと、当たりも悪いし。ああ、そうですか。そうですよ。それから飛距離も、全然伸びませんからね。やっぱりちょっと古そうなんは、あかんのですね。それはあかんと思う。へえ。でも、まっさらやなとかって、要はあるやんか、はい。いきなりボール、今日な、このボールな、はい、初めて使うんやって言って、パーン、歌張って、誰かが。はいはい、そしたら、ビューと曲がって、あーとかって、OB やーとかって言って、うん、そんな人やはりやんか。あ、それはもうまっさらですからね。まだ一回しか打ってないから。だから私もあんまりコースとか行くことがないんですけど、うん、ボールがないって言って、ボールはいただいたことがあるんですよ。はいはいはい。ミッキーちゃんとかの可愛いのとかね。うん、で、それを、なくしたくないのに、うん、そういうボールほど、うん、どっか行く。なんか、えぇーってなる。うん。それから、まあ自分で判断できたらいいよね。はあ、これはもうあかんわ、とかってね。やっぱりOB したボールは、OB するやろな、また。とかね。何の気持ちの上で？うん。OB のボール打ったらまた OB するかもわからんなって言って自分がマイナスに取るんやったらやめといた方がいい。はい、ああ、うん。なんか不思議と、なんか切れそうなボール拾って、うん、池とか越えなあかん時とか。あるあるある。もう、ぽちゃってなってもいいように、その綺麗な拾ったやつでやること。あ、それはいいよね。でもそういうのに限って、越えたりするのよね。うん、そうね。
ナイスショットになるよね。どういうことって。もう池にはまってもいいわって、これはもう、OB ボールをね。気持ちが楽になってるんですよね。拾ってるからねって言ってね。なるほど。だからもう、結構でも、そういうボールを集めて、綺麗なボールを集めて売ってますからね。うんあの、まっさらのボールじゃないよって。はい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 、はい。でもこれ綺麗でしょって。あの、よかったら使ってくださいって言って、あの、ショップでも売ってますからね。あ、私それもらったことある。うん、そのあの、コンペ、遊びコンペみたいなやつの商品で。ああ、そう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 。だから、あの、ゴルフ始めたばっかりの人って、はい、そういうあの OB が多いじゃないですか。うん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 、曲がるからね。うんうんですから、そういうのを使っていけばいいんです、最初はね。なるほど。で、だんだん自信が出てきたら、まっすぐ打てるようになったら、ちゃんとしたボールを。だって、2箱でね、やっぱり600円とか。もっとするでしょ。いや違う違う、1つ。1個 !1 個 !1 個600円ぐらいでしょ高っそうですよそんなすんのっすかそうよ。じゃあ、プロが使ってるボールなんていうのは。あ、そうか。600円だ、ね、そんなええの使ったことない。そう、それでいいんですよ、うん。あ、自分に合ってるボールで、いいんですよね。はい、安いもセールの時に買うと。うん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 。まあそういうこともね、まあゴルフの一つですからね。はい、楽しんでくださいよ、はい。ね、ボールでね。そうですね。はい、ということでフグ屋でバイトさん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。余ったフグがあったら、余らへんで。伸び金までお送りください。余らへんで。ではここで早駒インフォメーションいきます。早駒運輸 HKM エンタープライズがプロデュースする弦楽オーケストラスーパーストリングス神戸が2月27日ですね、火曜日、神戸市西区にあります精神中央ホールにて開催されるティータイムコンサートに出演いたします。おー、おしゃれですね、ティータイムコンサート。はい、スーパーストリングス神戸は世界でも類を見ない指揮者を持たない弦楽だけのオーケストラで、神戸を中心に活動しているんですね。うん、ね、メンバーは佐渡豊さんとスーパーキッズオーケストラの卒業生で、国内外のプロオーケストラで活躍していらっしゃる皆さんと。おー。で、精神中央ホールは2022年の10月にオープンいたしまして、その際のこけら落とし公演にスーパーストリングス神戸が出演したということなんです。うん、そんな思い入れのあるホールで、ソロやデュオ、弦楽四重奏、弦楽合奏など多様な演奏スタイルで弦楽器の魅力をお届けするということです、うん、ジャンルにとらわれない自由な演奏スタイルで多くのファンを魅了してきたスーパーストリングス神戸が古典から現代まで様々な時代の名曲を演奏いたします。スーパーストリングス神戸ティータイムコンサートは2024年今年です、2月の27日火曜日午後2時オープン、3時スタートです。お席はすべて自由席、テーブル席ですとホールのカフェで販売しているお茶を飲みながらご覧いただけるということですよ。いいですね。一般席は1300円、テーブル付き席が1800円です。チケットは好評発売中、精神中央ホールのホームページにありますオンラインチケット、もしくはお電話にてご予約をお願いいたします。精神中央ホール電話番号は 078-995-5638 です。精神中央ホールスーパーストリングス神戸ティータイムコンサートのお知らせでした。ノブリンのスポーツ大好き、このコーナーは神戸シーバスボーボー神戸早駒湯の提供でお送りしました。Get back to where you once belonged.
she gets it while she can. Oh, get back, get back, get back to where you once belong. Get back, get back, get back to where you once belong. Get back, Loretta. Go home. この曲はリクエストでお答えしたんですけれども、はい、兵庫県西脇市の天品タップさんからいただきました、うん、いつも楽しい放送ありがとうございます。ありがとうございます。残念です、うん、この放送が終わるのが、嘘やん、聞いてないです。知らんかったよね。知らんかった知らんかったよね私は親父が亡くなってからラジオを再び聞くようになりました、うん、寂しさを紛らわすためでした。紛らわすためでした、はい、そんな中以前から聞いていたラジオ関西を聞き、うん、懐かしのバンバンや原田さんの声を聞いて立ち直ることができました。お、そんなことがあったんですか。3月末で放送があると聞いて愕然と寂しさが襲ってきました。うん、原田さんと久米村さんのこの楽しい掛け合いトークが聞けなくなるのはすごくすごく残念です。今後もお二人の放送が聞けるようになるといいのになぁと思っています、はい。そこでリクエストしたいのがということで、うん、ビートルズの今お届けしましたゲットバックです。あ、ゲットバック、はい、っていうのはね、戻ってきてってこと。そう。いやうわ、すごいリクエストだね、これ。ね、嬉しいですね。嬉しいね。はい、戻れません。戻れません。もう僕たちが戻りたくても戻れないんです。いやー。天秤タップさんなんだそうです。リクエストでもどうもありがとうございました。ハルタのブローのびのび金曜日ではあなたのメッセージをお待ちしています。嬉しかったこと、楽しかったこと、何でもお寄せください。ラブリンと一緒に歌って笑ってのびのびのび金で楽しんでね。メールはのびアットマーク jocr.jp まで待ってます。ジャパネットジャパネット夢のジャパネット高田、ジャパネット高田ラジオショッピングの時間です。はい、ジャパネット高田の長浜さん、原田さん、久米村さん、ラジオ関西陽気の皆さん、こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。どこいてあったんですか、長浜さん。どこいてあったんですか。どこ行ってあった、どういうことですか。いや、なんかいつもほらお顔見ながらねおしゃべりさせていただいてるんですけど、はい、いてへんでーってなってた。長浜さん映ってなかったんです。映ってなかったんです。本当ですか、はい、私は普通にいつも通り、はい、ここにおりました。そうなんです。あ、そうですか。接続かな。あ、はい、じゃあただ単にイリュージョンなんですね。あ、そうですね。いや、びっくりしました、はい、最初長浜さんおらへんから。全然はい、言ってました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日の商品なんですけれども、はい、原田さん、久米村さんとは11月に一度ご紹介したものなんですが、もう大人気という商品でございまして、はい、今日は泡の力で洗濯物の汚れを落としましょうという、うん、アラミックのシルキーナノバブル洗濯ホースでございます。あー、これね。そう、これすごい気になってるんですよ。こちらの原田さん、久米村さんお持ちのシャワーヘッド、はいはい、こちらと同じ会社がシャワーヘッドの、ね、技術を応用して作ったっていうこの洗濯ホースというわけでございまして、うん、本当に大人気の商品なんですけれども、はい、実は原田さん、久米村さんにお伝えしたいことがありまして。何ですか。なんとお二人とはまだ2回目の紹介なのにもかかわらず、うん、2月から新モデルになったんですよ。そうなんです。もう進化しまして、ですから 11,
11月の時よりもさらに進化したものをご紹介というわけでございます。え、今日紹介してくださるのは進化版ですか？そうです、進化版でございます。そうなんですよ、だからこそもう大人気、さらに人気がもう増えているというか。そうでしょうね、という商品でございます、うん、はい、でしかもですね、あのちょっとあの前モデルをご紹介していた際はもうあのずっとちょっとお届けがもう人気で遅いっていうのが続いていたんですが、うん、まあ、あの2月発売ということで出たばかりですので、まだ在庫もジャパネットございますと。うん、ただあのこの後どうなるかわからないという状況でございますので、うん、ぜひお早めにお求めいただければと思います。はあ、いやこれすごい、はい、洗濯ホースって、うん、洗濯ホースになんかいいの悪いのってあるのって思ってたんですけども、はい、はい、すごいんですね、これすごいのよね。いやそうなんです、まあそれこそ本当に原田さんがあのおっしゃっていただいた通り、あの洗濯ホースを変えるっていう発想がそもそも私もなかったんですけれども、そうでしょ、うんうんうん、そうなんです、このホースを変えていただくと、うん、あのナノバブルが出てくるっていうのがあのシャワーヘッドでしたけれども、うん、あれと同じ技術がこのホースの中に入っているっていう状況でございますので、そうなんや、不思議、変えていただくと皆様 の, あの洗濯機の中にホース伝って水が入っていくわけなんですが、はい、その入ってくる水の中にナノバブルが含まれて出てきますよという仕組みでございます。だってこのホースのおかげで、うん、各々の家にある洗濯機はバラバラじゃないですか。はい、それでも効果発揮するってことですもんね。そうなんです、これ皆さんの洗濯機がナノバブル洗濯機に進化するというイメージでございます。進化するんだ。そうなんですね、あのそれこそ久米村さん今バラバラ、ね、洗濯機バラバラっておっしゃっていただきましたが、はいはい、あのちょっとこれ2層式の洗濯機は対応していないんですが、うん、あの全自動洗濯機とかあのドラム式とかであればこちらもほとんどの洗濯機に対応してますので、ほとんどのご家庭で進化していただけるというわけでございます。すごい、じゃあうちも進化できるな。いやもうまさしくもお二人にもおすすめという商品でございまして、じゃあその洗濯ってね、あの汚れたものをきれいにするものじゃないですか。はい、はい、その汚れがきれい、本当にきれいに取れるということなんですか？まさしく原田さんその通りでございまして、ええ、まあ、もちろんあの普通に洗濯機で、ね、洗濯回していただくと皆さん の, あの洗剤を入れると思うので、うん、洗剤が繊維の中に浸透して汚れを落とすっていう仕組みなんですけれども、はい、このナノバブルが何がいいかと言いますと、ナノバブルってものすごく小さいんですよ。だからこそナノバブルが繊維の奥まで入り込めるんですが、そうなんです、その入り込んだナノバブルがそのまま皆さんがお使いの洗剤を連れて行ってくれますので、うんうん、より繊維の奥までしっかりと洗剤が入り込んで、うん、今まで以上に汚れを落としてくれるっていう仕組みなんですよ。もう今までの考え方としては、うん、いい洗剤を使ったら綺麗に落ちるんちゃうのって思ったんですよ。あーはははははね、はい、汚れをねちゃんと落としてくれる洗剤を使えばって思ったの、はいはい、これは何ですか、その洗濯ホースを変えるということですよね。だからこうナノバブルが、これがすごいね。そう、はあ、そうなんですよ、このね、それこそ本当発想の転換だと思うんですけれども、洗剤の方じゃなくてこのホースのところで汚れ落ちを変えましょうというわけでございまして、あの実際実験のちょっと写真もお届けしているんですが、はい、あのちょっとわざわざちょっとシロップを白い T シャツの上にかけまして、はい、ね、ちょっと汚れ落ちしにくそうなものを用意したんですが、これがですねこの洗濯ホースを今回の洗濯ホースに変えた洗濯機でこれ洗濯しますと、これ洗剤なしなんですけれども真っ白になってますよね。なってる。あ、そうか、これ洗剤なしでこんな綺麗になるんですか。すごいよね。そうなんですよ。洗剤なしでもここまで実験でいくということは、もちろん洗剤と一緒に使っていただいたら、うん、より効果を発揮してくれるというわけでございます。すごい。そうなんですね、これ、いいわ、うんうん、他にもあのシャツの黄ばみあれもね、はい、あのついたらなかなか取れないですけれども、うん、これを防いでくれるという効果もありますし、うん、それから実は洗濯槽までこれ実は綺麗になるんですよ。洗濯槽まで。そうなんです。いい、すごいびっくりしてる。すごいやん、ね、洗濯槽ってもうね洗濯クリーナー買って別でやらないとっていうね、うんうん、今までの常識だったと思うんですけれども、うんうん、ホース変えるだけでここまで綺麗にしてくれる、だからこそ大人気というわけでございます。いえ、むちゃむちゃいいやん。
そうなんです。ただ今回ちょっと新モデルという話しましたので、はい、どこが進化したのかだけちょっと簡単にお伝えしたいんですが、はいはいはい、これ簡単に言うと泡が小さくなりました。そして泡の量が増えました。そうなんです。これ泡の量も前のモデルと比べて 1.87 倍になりましたので、すごいやん。ということは前のモデルにもさらに汚れを落としてくれる効果が高まりそうだと、そういうところまで来たわけなんですね。すごい。となるとあとはお値段だと思います。そうですそうです、ね、新モデルになったっていうとその分お高くなるイメージ皆さんあると思うんですが、ありますあります、ね、そうですよね、はい、それがですよ原田さん久米村さん、はい、なんとお値段全モデルから据え置きの税込み9980円に送料なんですよ。値上がりなし。そうなんです。ちょっと値上げのねこの世の中の中でジャパネット今回頑張りました。うわ嬉しい。そうなんです。私前モデル買ってしまったので、はい、ちょっとまさかという状況ではあるんですけれどもただ今お持ちでないっていう方にとっては、はい、もう今チャンスというわけでございます。うわそんな社員さんって教えてくれへんのそういうの。いやそうなんですよ私もびっくりなんですよそうちょっとね悲しい事実ではあるんですけれども、長間さん面白いまあ本当に今、ね、持ってない方にとってはチャンス、今だったらお届けも早いという状況でございますので、はい、もう気になったという方はぜひこのタイミングでラジオ関西聞いたで 0120-441-555 番 0120-441-555 番までお電話お待ちしております。はい、長浜さんありがとうございました。ありがとうございました。これいいわ。何がいいって、もう値上げされてないというそれは嬉しいね。それもあるし、うん、なんかあんまりこの洗剤とかの匂いとか苦手っていう人もいるんですよ。ああ、そうか。それでこんなね、なしでこんな綺麗になるんだったら、量も減っていくしね。洗剤のね。ね、いや、うん、いいです、これ。汚れの首輪なんか全然取れないのに。ね、綺麗に取れてるね。カッターシャツのこの襟ね。首が綺麗。だって襟用の別の洗剤は使ったりっていう方も多いと思うんですよ。あ、これすごいです。新しくなったのにお値段そのまま9980円に送料です。お申し込みはフリーダイヤル 0120-441-555 番 0120-441-555 番、最後に5が3つです。ラジオ関西を聞いたとお電話ください。おかけ間違いのないようにご注意くださいね。ジャパネット田形ラジオショッピングの時間でした。おい、原田信郎のーびのーび金曜日。花キューピッドフラワーメッセージ。このコーナーは花キューピッド兵庫支部の提供でお送りします。ピアニスト天宮遥です。花キューピッドフラワーメッセージ、この時間は第1、第3金曜日お送りしています。お花のある生活っていいなというお話を信郎さん、久米村さんと一緒にさせていただいておりますけれども、はい、本日はお花のプロにお越しいただいております。お、花キューピッド兵庫支部加盟店岡本花店の岡本真也さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。はい、それでは、はい、花キューピッドインフォメーションの後岡本さんにいろいろとお話をお伺いいたします。はい、では久米村さん、インフォメーションお願いいたします。はーい、花キューピッドからのお知らせです。兵庫県内の花キューピッドのお店で3月31日までスプリングキャンペーンを実施中です。毎年大人気のこのキャンペーンなんですが、期間中、花キューピッドの加盟店で応募はがきをお渡しいたします。ご応募いただいた方の中から抽選で100名様に5000円相当のお花をプレゼント。アレンジメント、花束、鉢物の中からお好きなものをお選びいただけますよ。入学、卒業、就職など、春はお祝い事の多いシーズンです。華やかで感動的なギフトといえば、
やっぱりお花ですよね。皆さんもぜひこの機会に花キューピッドで素敵なお花を当ててくださいね。スプリングキャンペーンのお問い合わせは兵庫県内の花キューピッドのお店へどうぞ。はい、スプリングキャンペーン。野村先生、野村先生スイッチ入って、はい、はい、マイクをスイッチ入れるの忘れておりました。はい、はい、はい、まあ、スプリングキャンペーンが行われるっていうのは、はい、春が来たなっていう感じですよね。はい、岡本さんの登場でございます。はい、ようこそお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。岡本花店さんは、はい、あのお店は三木市にあるんですね。はい、そうです。はい、はい、まずはあのどういうお店なのかちょっと紹介していただけますか。うん、そうですね、まあ、最寄り駅っていうほどの最寄りじゃないんですけど、あのローカルな神戸電鉄三木駅から、まあ、徒歩10分ぐらいの、もう本当昔の旧市街地にありまして、はい、まあ、でお店の方はあの父が、昭和50年でしたかね、あの三木で開いて、そこからのずっと もうすぐ50年ずっと地元で根付いて、はい、地元の方にいろいろとご支持をいただいてお店を開いてます。あ、来年50周年ということですか。そうですね、まあ、来年確か僕が2歳の時に来たんで、僕今51、あ、今年52、いや今年52。やっと何を言うてんの。何ごちゃごちゃ言うてんの。いやいや、はい、もうそろそろ50年うわ、おめでとうございます。すごい、50年はすごいな、ですね、もう本当に皆さんのおかげで、はい、ね、はい、まあ、地元の方に ね愛されてる、うん、愛されないとね、うん、こんな長続きできませんよ。そうそう、それお父様が楽しそうにやってたんじゃないですかね、お仕事。どうでしょうね。いや、だってお次になったわけです。まあ、いや、まあまあね、ついでますからね。はい、楽しかったんでしょう ね、はい。今お仕事いやいややってるんですか。そんなことないです。そんなことない。そんなことない。ないことないです。そんなことはないです。はい、はい、顔が真っ赤になりました。お茶目。そうですか、はい。でもやっぱりね、うん、まずはご近所の皆さんから、そうですよ、愛されないとね、はい、こういうのは長続きできないもんでございますよ。本当そうですよ。花塾っていうのがあるんですね。うん、はい、そうですね。あの、何ですか？自分とこのお店の2階で教室があって。教室？はい。そこで、まあ、まあ、お花アレンジメントの教室があったりとか、うん、あと、まあ、近くのお花の先生のところへ、で、いけばなの教室。あ、花材を。はい。お届けして、そこで生徒さんが、はい。ああ、なるほどね。いけばなをやったりとか。やっぱりいけばなのね、先生方がお花を仕入れる先に選んでるっていうのも、やっぱりいいお花を。ねえ。そうなんでしょうね。そうですね。やはり、ちっちゃい時から、うん、やっぱ手伝いしてると、お父ちゃんには、こういうとこ見んねんで、こういうのがええねんでっていうのはいろいろとこう仕込まれてましたね。いいお花の。今考えると仕込まれとったんやなみたいな。お花の水のやり方とか全部お花によって違うんでしょうね。うん、あ、違いますね。はい。うわ、すごい細かい仕事ですよ。そうですよ。ねえ。なんかお花となんか会話するって感じですか？うん、会話、まあ知ってるんから、ブツ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 独り言は言ってます。あ、言ってますか。はい。言ってます。そうだった。しっかり綺麗に咲いてくれよ。お前可愛いなとか。あ、言ってるんですか？どうなんやろね。どうなんや。たまには俺にも可愛い言うてくれやとか。いや、それないですね。ないの。誰も言ってくれ。言ってくれるでしょうさ。でもそういうのっていいですね。お花屋さんから、うん、ね、こう稽古の場所までね、はい、そこの、岡本さんのところのお花が届いてるということですね。はい、そうですね。ねえ、はい、すごいですよね。だからフラワーアレンジメントの教室もされてらっしゃるんですよね。うん、はい。2階で。2階で。あ、いいですね。で、いけばなとしてのお花と、フラワーデザインとしてのお花のアプローチってやっぱり違うと思うんですけども、うんうん、まあいいですよね。お花と携わるっていうのはいいですよね。はい、お家にお花あるだけでもやっぱ癒されますし。で、いけばなは先生のお稽古場所で、フラワーデザインは岡本さんのお店で行われているということで、オリジナルウェディングのブーケレッスンですとか、うん、フラワーデザイナーの資格検定コースとかもあるんですか？はい、あります。まあ、うちのその、講師が、はい、NFD って言って、はい、日本フラワーデザイナー協会の、うん、本部講師
の資格持ってますんで、はい、新たにその講師の方を目指して指導とかともできますんで、はい、よかったらぜひ。いいですね、はい。ご興味があられる方は。このオリジナルウェディングのブーケレッスンっていうのは、自分の結婚式のブーケを自分で作りたいっていう方のレッスンってことですか？はい。とか、何回かあったのは、お嬢様の、ウェディングのブーケをお母様が作りたい。素敵素敵。うわ、はい。それいいね。すごい、何回か、3回ぐらい通ってもらって、で、まあ一回ちょっと試しにこんなにしてみましょうかとか、で、何回か重ねていって本番のブーケを作るっていう。うわー、いいですね。いや、お花っていろんな、ね、そういうところがあって、結構感動される時とかもあるんじゃないですか。そうですね。まあ、やっぱり僕らがやってる仕事って、言ったらその気持ちを届けるというか、お花だけじゃなくてそこに乗っかってる思いを届けてる仕事なんで、はい、やはりまあそれを届けた時に、まあ自分らは仕事で持っていくんですけど、ありがとう、うわー、よかった、ありがとうなとかって言ってもらえたら、ものすごいこうグッとこう感動しますね。はい、いい仕事やなっていうのは思います。岡本さんがそういう思いでお花をね、やっぱりこういろいろとしてくださるから、やっぱりもうこっちにもその気持ちが伝わって、またお花はあそこでっていうね感じになるんだと思うんですけれども、どれぐらいのお花を扱ってらっしゃるんですか？そうですね、まあバラとかカーネーションとか、まあ、はい、割とスタンダードなお花、一つのお花でもやっぱり何種類か置いたりするんですけど、今やっぱりいろんな大きな顔の輪の大きなバンダっていうランであったりとか、はい、ユリでもその昔はカサブランカっていうのがこう有名だったんですけど、最近はそれが八重咲きになって、ローズリリーっていうんですけど、すごい豪華で存在感があるんで、そういったお花をいろいろ取り入れたりして、まあ、大体2、30種類ぐらいはずっと置いてるかなとは思います。てかお花ってね、例えばファッションとかってね、昔なんかスパッツっていうのがレギンスになったりとか、名前が ね、 変わりますね、同じもんでも変わるじゃないですか、はいはい、お花も変わったりするんですか？変わってます、変わってます。トルコキキョウっていうお花があったんですけど、はい、最近はリシアンサスとかユーストマンとか、はい、あんまりトルコキキョウってキキョウじゃないんで、キキョウじゃないんですよ、キキョウじゃないんですよ、もともとは一輪のお花だったんで、はい、まあ、キキョウに似てるから多分そういう名前がついたんと思うんですけど、すごいですね、はい、もうそうやって常にアップデートしていかないといけないということで、はい、それで花キューピッドのホームページは見てるだけでも癒されるということで、お家にいて遠方にいる方にお花を送れるという便利さはあるんですけれども、お花を長持ちさせるコツとか綺麗に飾るコツはやっぱりお花屋さんにね、直接やっぱり会話としてね教えていただくのがいいかなと思います。気軽にお店に出向いていただいて、やっぱり仲良く会話した方がいいですよね、お花屋さんと。そうですね、はい、いろいろ教えてもらった方が僕たちもその方にどんなお花を勧めたらいいかなとかっていうのが、はい、わかるんで、はい、はい、ね、ぜひいろいろとね、お花ね、そろそろスプリングキャンペーンだけど、はい、ってお客様から言っていただくの、あ、そうそうそう、あ、そうなんですか、はい、ご存知なんですね、はい、毎年なんで、はい、割と皆さん、お、今年もかみたいな、あ、じゃあぜひ、そう、キャンペーン内容教えてください。はい、すいません、まあ、先ほども実施中っておっしゃられたんですが、実はもすいません、2月の20日頃からの、はい、はい、開催になります、兵庫県内で100名当たるんで、はい、結構な確率で当たると思います、はい、はい、で、お客様がご応募いただいたお店から、その当選者の方へお花が届くんで、はい、普段行かれてるお花屋さんとのこうコミュニケーションとかもまた取れると思いますので、はい、ぜひぜひキャンペーンご応募いただいたらと思います。よろしくお願いします。はい、素敵なお花をね、はい、ぜひゲットしていただきたいと思います、うん、はい、ということで、次回の花キューピッドフラワーメッセージは3月1日にお送りいたします。いろいろなお話がね聞けて嬉しかったです。ありがとうございます。本日のゲストは三木市岡本花店の岡本真也さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。花キューピッドフラワーメッセージ、このコーナーは花キューピッド兵庫支部の提供でお送りしました。原田信郎のびのび金曜日、はい、はい、ね、いいですね、いいですね、自分でのウェディング、お母さんがブーケとかいいですね。そうね、
素敵ですね。それはもうまあその披露宴とかで紹介されるんですよね。あ、このお花はお母様が、ねえ、なんかそういうのってなんかブーケトスじゃなくてお母さんにお返ししたいですよね。ああ、本当やね。取っておいてほしい。はい、なんかいい話聞けましたね。はい、春を感じましたね。はい、原田信郎のびのび金曜日。ここで富士ドリームエアラインズ神戸花巻線岩手県からのお知らせです。この冬は岩手。岩手県では現在幸せな予感岩手冬旅キャンペーンを実施中です。開催中です。岩手の冬ならではの絶景、極上のパウダースノーが舞うウィンターリゾート、三陸地域の冬の味覚や温泉宿など、まだまだ知られていない岩手の冬の魅力を皆様にお届けしようという観光キャンペーンで、本州一寒いからこそできる氷の洞窟や氷の城などの幻想的なモニュメントを楽しめるイベントや、三陸の絶景を望む日の出クルーズと旬の毛ガニを組み合わせた宿泊プランなど、キャンペーンを彩る特別企画のほか、氷上若さ釣りや酒蔵ツアーなど、岩手ならではの冬の魅力を満喫し幸せを感じていただけるような多彩なコンテンツをご用意して皆様をお待ちしております。兵庫県と岩手県をつなぐ FDA の神戸花巻線は2月16日から運行を再開します。皆様、この冬は FDA に乗ってぜひ岩手に遊びに来てくださいね。以上、富士ドリームエアラインズ神戸花巻線岩手県からのお知らせでした。原田信郎のびのび金曜日ではあなたのメッセージをお待ちしています。嬉しかったこと、楽しかったこと、何でもお寄せください。ナブリンと一緒に歌って笑ってのびのびのび金で楽しんでね。メールはのび @jocr.jp まで待ってます。のびのび広報室、このコーナーは伊藤園の提供でお送りします。世界中のいろんな場所からいろんなお客様をお迎えするコーナーです。はい、今日のお客様は、はい、サンウさん。イエホー。はい、皆さんこんにちは、サンウと申します。よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。日本語がはいめちゃくちゃあの十二指腸なんやって、十二指腸じゃない、胆のうなんですって。いやいや、とんでもないです、本当に。こういう時は何ですか、おそわせようとか言うんですか。おそおせよ、おそおせよみたいな感じですね。あ、はい、あ、当てた、完璧です、完璧です。何それ、おせおせやって、 いらっしゃいませみたいな感じですね。いらっしゃいませみたいな、はい、いらっしゃいませよ、韓国語、おそおせよ、おそおせよ。あの、あ、もうあえて、いらっしゃい、おそおせよ、いらっしゃいせよ、もう混ぜちゃっていいんじゃないですか、わかりやすい。はい、いらっしゃいせよ、いらっしゃいせよ、混ぜて日本語と韓国語が言えるまで上手なんですよ。ベラベラなんですよね、すごい。いや、僕らせっかくね韓国語堪能なのに、残念やね。なんか今すごい、今すごい、だってなんかサムさんが申し訳ない顔したよ今。ごめんねみたいな。ちょっとメッセージをね、はいはい、たくさんいただいてるので。あ、本当ですか。もういただいてるの。もうちょっとあの早速サクサクっといきたいと思いますが、うん、京都ゆかりさんです。京都は西京区の方なんですが、今回、はい、大好きなサムが、うん、サムさんって書いてある、ごめんなさい。呼び捨てちゃうかった。サウンさんがって書いてある、うん、関西に来てくれはって、うん、あ、京都だから来てくれはって、来てくれはって、ラジオ関西ののぶろうさんの番組に出演されることが発表されて大興奮しています。あ、お、日本語も上手なサウンさんですが、うん、時々出てくる関西弁にキュン。そこで京都出身ののぶろうさんにお願いがあります。はい、関西弁でも
京都、兵庫、大阪で少しずつ違いがあるので、うん、サムさんに京都弁レッスンをお願いします。17日18日のイベントも楽しみにしています。サム頑張れっていただいてます。ありがとうございます。そうなんや。いや確かにね、あの関西弁ってもう大体一緒なんですけども、うん、はいはい、ちょっとずつ違ったりとかするんですよね。なになに、しはっては京都ですよね。あ、しはる、はい、しはる、きはる、きはる、もういてはる、いきはる、もうすぐはる。ちょっと真剣に、サムさんは日本語はどこで勉強されたんですか。僕は日本で勉強しました。日本で勉強した。日本の学校とかですか。はい、まあ、最初韓国で高校時代に第二外国語は日本語だったんですけども、でその時にほんの少しはあのいろいろは日本語少しだけ分かってたんですけども。第二外国語が日本語。すごいですね。あ、そうなんやね、はい。高校で。そうなんですよ。で日本に来てからはやっぱ周りのスタッフさん皆さんが日本の方なので自然とこう学んだって感じです、ね。でもすごいイントネーションもすごい上手ですよね。綺麗。うん。本当に綺麗な日本語ですよ。なんか韓国の方、例えばまあ旅行とか行って、ミョンドンとか、はい、で、うん、ちょ日本語で話しかけてくださる方とは違うよね、イントネーションが。本当ですか。綺麗ですよね、うん。すごい綺麗です。ねえ、本当。なんで日本は第二外国語が韓国語ってないの？高校。あ、大学の時はあるか。大学に入ってからですね、うん。高校からあるんですね。あります、ありました。で、チョコマメさんです。ノブローさん、ガッ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 、元気ですか、うん、元気ですよ。歌がすごくうまく、日本人かと思うぐらい発音のいい、あ、ほんとだ。サウンさんに質問があります。はい、うん。どうしても難しい日本語ってありましたか。あー、いや、もう今、でも、わからないことだらけなんですけども、なかなか言いづらかった日本語とかあります？そうですね、初めて、度肝を抜かれたとかそういう話を、あ、度肝を抜かれた、これはやっぱりもうこれは難しい、日本人でも難しいよね。何の話なんだろうっていう、あ、度肝ってなんだろうみたいなね、はい、度肝を抜かれるっていうのは面白い、あんまり言わないですけどね、本当ですね。でもそういうのは海外の方とかやっぱり度肝ってすごいインパクトあるんですよね。あ、なるね。オリーブさんです、うん、初めてメッセージを送ります。ほう、今日のゲストに素敵な歌声のサウンさんが登場するとのことで本当に嬉しいです、うん、ぜひぜひノブロさんのギターとサウンさんの歌でカバー曲など一曲コラボレーションが聞けたらなと思っています。わお、わー、いやーすごいね。あのサウンさんって、はい、47都道府県、はい、日本の、ほう、で、すべてライブを行ったっていう。そうなんですか。そうなんです。あの、グループ時代に、日本全国各地回りながら、そうなんですよね。最初はグループだったんですよね。はい、そうだったんですよ。そうですか。はい。だから、サムさんのプロフィールとか見ても、はい。最初は、グループでスタートっていうことなんですよね。コード V でいいんですか、コード V のリーダーしてらっしゃる。リーダー。リードボーカル。はい。ね。もう違います。メンバー全員がリードボーカル。リーダーです。リーダー。リーダー、リーダー、リーダーボーカルですね。リーダーボーカル。リーダーボーカル。リーダーボーカルです。すごい。それリードボーカルのことと違うの？違う。違います。違うの？はい。いや、でもあれですね。いろんなところで、ね、日本の皆さんとお会いしてるわけですよ。すごいですね。すごいですね。神戸っていうのは、なんか特に縁があるとかって、縁ってわかりますか？縁。はい。わかってジャパニーズマネーじゃないですあ、縁ね。それ、ウォンと違う。笑ってる、笑ってる。ウォンとは違うからね。縁ね。確かに、その縁、あ。面白い。どんなご縁があったんでしょうか？はい、神戸とは。そうですね。僕が、その当時はグループだったんですけども、うん、みんなで初めて日本来て、はい、初めてこう、ワンマンライブを行ったのが神戸でして。初めてのワンマンライブが神戸？神戸の小原ホールって書いてある。そうだったんですよ。で、初めて、日本の温泉を経験できたのも、はい、神戸だったんですよ。有馬温泉。有馬温泉行ったんですか？行きました。初めての温泉。そうなんです。有馬温泉。金泉、銀泉ってあってね。はい、はい、はい。金銭の方はもうね、タオルを気をつけないとね、はい、タオルが染まってしまうんですよ。タオル入れないでとか書いてあります、ね。書いてあります。はい、気持ちよかったですか？いや、めちゃめちゃ気持ちよくて。いや、
もう最初で最後だったんですけども、めちゃめちゃ気持ちよかったですね。また行きたいです。また行きたい。はい、しかも神戸牛が大好きなんです。神戸牛が好き。神戸牛、もう本当に今でも忘れられないですね。そう、美味しいですもんね。はい、もうなかなか食べれませんけども。いえ、神戸の人でもね、神戸牛って滅多に食べられないって言いますからね。だからサンさんは、うん、神戸で食べるお肉はみんな神戸牛なんだと思ってたんですって。あ、僕もそう思ってました。最初そう思ってた。そうや。ほんまほんま。味ちゃうでしょ。あら、偉そうに言ってるね。何、私神戸牛ものすごい食べてるよみたいな。食べてるよ。食べてるよ。ちょいちょい。いやー、美味しいでしょ神戸牛。めちゃめちゃ美味しかったですね。美味しいよね。はい。ああ、そうですよね。すごいな。韓国もまあ焼肉とかありますけど、ちょっと食べ方が違うのかな。食べ方、そうですね。プルコギとか。プルコギとか、うん、ああいう感じで。ね、神戸牛の食べ方ってなんか逆にあったりします。まあ、ステーキにするのが多いんじゃないですか。鉄板焼き。でも韓国で韓牛ってあるんですよね。お高い。韓牛。韓国の牛とかって韓牛って。韓牛があるの。そんな高級なものは僕あんまり。またまたまた。すいません。うん、いやでも日本の牛肉は皆さんね、外国の方好きだって言いますよね。そうですよ。やっぱ美味しいですもんね。うん、いやー、うん、そうなんや、うん、いやもう普通にもう日本語ペラペラ喋ってはるから本当にお上手で、で、うん、日本の歌手の方もやっぱお好きな方とかいらっしゃるわけですか。そうですね、もう僕大好きな玉置浩二さん。あ、玉置浩二さん大好きです。大好きですね、私も大好きです。かっこいいよね、うん。女性のアーティストは誰かいますか、好きな人は。めちゃ多いですけども、うんうんうん、その中僕が大好きな、桃江ちゃん。桃江ちゃん桃江ちゃんが出てきたよ。桃江、あ、やっぱりなんか韓国の方って、うん、なんかこうメロディーとか詩とかを大事にしてるアーティストがお好きですよね。その通りです。そうだね、桃江ちゃんは、桃江ちゃんもそう、うん、歌詞とかすごい聞かすもんね、はい、聞かす聞かす、うん、なるほど。桃江ちゃん、ね、さっきもねメッセージの中にあったんですけど、うん、やっぱり素敵な歌声をちょっと聞かせてほしいっていう。あ、それは聞きたいね。アカペラで。そうそうそう、ぜひ、ちょっとお願いして。なんか、いいですか？いいですか？いや、ちょっと。ダメ。ぜひぜひ歌わせていただきます。どっちやねんな。お願いします。めちゃめちゃ緊張してるんで。あ、そうですか。はい。何の歌を？僕のファーストアルバムに収録されてる Your Song っていう、僕と同じ韓国出身の、はい、アーティスト K さんから楽曲をいただいた。K さん、結構ちょっといいですか。関根麻里さんのご主人です。あー、はい、そっか、ね、はい、K さん、はい。じゃあちょっとアカペラでお願いします。はい。雨上がりそよ風にこの空に託した願い届かなくてもそっと目を閉じればほら浴びゆそうそばにいるいつも。ありがとうございます。うわ、いやー、緊張する。すごい、すごい、よかったね。よかった。よかった。ありがとうございます。いや、もういろんなものが出てきたよ。ふわって。すごい。すごいね。安部屋さん、いつもよ。いやすごい。いや、アカペラって、すごい、すごいね。やっぱりすごい、すごい。すごいわー。やっぱ生歌をね。生歌いいね。皆さん聞きたいと思いますけれども。はい。じゃあもうここでね。うん、はい。トーク&ミニライブが神戸で行われるということで。はい。はい。そのスケジュールをご紹介させていただいてもいいですか？はい。はい。まずですね、あ、明日じゃないですか。そうです。2月の17日、明日土曜日です。明日や、はい。まずね。うん。会場オープンが午後1時からで、スタートが1時30分から。うん。神戸ラピスホール。これは神戸市中央区楠木町にございますが、神戸ラピスホールで、まず行われます。トーク&ミニライブイン神戸。はい。そして、バレンタインお茶会というのも行われます。はい。お茶会。はい。お茶会イン神戸。はい。こちらもですね、明後日ですね、2月の18日日曜日。
一部と二部制になっておりまして、はい、一部がオープンが朝の11時、うん、スタートが11時50分。おー。そして二部がオープンが3時30分、午後の。そしてスタートが4時20分ということになっておりまして、会場が神戸のラズリカフェホール、神戸市中央区になります。すごいわ。カフェホール。はい。だからお茶会なんですか？お茶会。いや、何するんですか、このお茶会は。なんかこう、ファンの方々と一緒にこう、アットホームな雰囲気で楽しめるような、なんか、トークもしたりとか。で、サムさんと一緒にお茶飲めるの？もちろんじゃないですか。え？いいかったら何？みんなで、サムさんを語るだけっていうこと。いや、それ嬉しいよね。嬉しいです。サムさんと一緒にお茶飲んだとかって言ったら。ね、いや、いいわ、これ。だから多分テーブルとか回ってくださるんですよね、きっとね。回んない。ステージ上にいるって感じですか？回ります。回ります。回ります。乾杯とか言いながら。乾杯もします。で、耳元で岩ソング歌ってくれるんです。それは無理や。それは無理。大変や、それ。すごい人数いらっしゃいますから ね。頑張ります。まだあるんです、まだ。うん、3月の2日です。お雛様の前の日、土曜日。うん、バースデーパーティーです。サンハッピーバースデースペシャルイベント2024。あ、お誕生日？はい。2月の27日がお誕生日ですよ。あ、そうなんですか。だから誕生日パーティーをみんなでお誕生日会をしましょうということですね。うん、はい、そうです。いや、おめでとうございます。ありがとうございます。それが3月の2日です。うん。ハッピーバースデースペシャルイベント2024は3月の2日の土曜日。こちらも一部二部制になっていまして、うん、はい。一部がバースデーパーティー。オープンが12時30分、スタートが午後1時からです。うん、はい。で、2部が、オープンが夕方5時で、スタートが夕方5時30分からということで、こちらの会場は東京よ。うん、はい。東京中野区にあります、ライブカフェ弁天。お、う、ー、ん。こちらで行われます。これは東京ですね。東京です。はい、3月2日はね。だこの日はもう皆さん大移動で東京行かれるんですね。そうですね。みんなファンの方が新幹線神戸からでもすぐです。そうですよ、本当に。もうそれはもう仕事終わりで、うん、もう高速バス乗って行く人もいるでしょうしね。ね、本当に楽しんでいただけたらなと思いますが、でさっき歌ってくださったYour Songっていうのは、うん、新曲ということになるわけですか？Your Songが新曲ではなくて、はい、アルバムの中に入ってる曲、はい、で6月は新曲リリースイベントツアーも予定されてると。そうですね。ほら、全5箇所、はい、回る予定なんですけれども、はい、また、神戸の近くまで来る予定。あ、そうですか。はい。じゃあ、関西の皆さんも。来てくださるんだ。ね。お越しください。ちなみに、本当に神戸、すごいゆかりがあって、いろいろイベントもしていただけるんですけども、はい、一応、サンさん自体は関東にお住まいなんですか？そうなんですよ。あ、そうなんやね。みたい、うん。関東にお住まいだけど、サンさんの初めてが神戸にいっぱいあるということで、うん、神戸でいっぱいイベントしていただけるんですよね。うわ、嬉しいよね。ありがとうございます。だからぜひ皆さんのチケットを手に入れていただいて、うん、会いに行っていただけたらなと思いますよ。よろしくお願いします。ですね。はい、そうです。で、YouTube にもいろいろとね、曲の方も上がっていたりしますから。ああ、ほんとや。そうですよ。見れたりしますから。でもさっきの僕、はい、痺れてんやけども。あ、Your Song。Your Song。Your Song 全部聞きたいよ。あ、そうですね。うん、じゃあぜひ曲紹介していただいて、うん、ちょっと聞かせてもらいましょうかね。ありがとうございます。はい、じゃあぜひ曲紹介をお願いします。はい、それでは、僕サウのファーストアルバムから Your Song 聞いてください。までの夕立嘘のように眩しすぎる帰り道傘忘れた君は濡れた髪を書き上げ虹を見上げた「そよ風にこの空に」
たひまわり僕らのように生きる日々を選ぶ流した涙夢見ていた明日やっぱり日本語はお上手やから、うん、スーッて入ってくるよね言葉がねすごいね、うん、いい歌やねでケイさんとの相性もいいってことですよねじゃあそうですねもう普段から仲良くさせていただいて僕がこう皆さんに伝えたい気持ちをケイさんに長文で送ったんですよ、うん、でそれをちょっとこうベースにしていただいて、はい、こんなような楽曲をいやすごい素敵です、ねいやぜひ皆さんお出かけいただけたらなと思いますチケットまだ若干ということなので、はい、ぜひもう都合のいいところに ね会いに行っていただけたらなと思いますいや本当に素敵な歌 Your Song 聞かせていただきましたありがとうございましたじゃあ最後にファンの方に何かメッセージいただけたらはい、本当に、久しぶりに神戸に来ることができたんですけれども本当になんかいろんな懐かしい思い出だったりとか思い出したりすごく嬉しかったです神戸にいるっていうこと自体がでまたこれからも神戸にたくさん来れるように、初心を忘れず一生懸命頑張っていきますので引き続き応援よろしくお願いいたしますありがとうございますありがとうございますそんでメッセージもたくさんいただいたんですありがとうございますヒラリンさんとかねすみこさんそれからひよこまめさんなどなどどうもありがとうございましたありがとうございましたさあそれではサムさんに伊藤園からのプレゼントです、はい、伊藤園からこちら多いお茶濃い茶 BMI が高めの方の内臓脂肪と皮下脂肪を減らすキレの良い渋みが美味しい緑茶飲料です爽やかな香りと濃い渋みをお楽しみください伊藤園の多いお茶濃い茶こちらを飲んでいただいてますます素敵な歌をみんなに歌ってくださいね、はい、ありがとうございますもう今飲んでください飲んでくださいはい飲みました飲み方がまた爽やかもうこの多いお茶濃い茶むっちゃ売れるんでしょうねめちゃめちゃ美味しいですサムさんどうもありがとうございましたありがとうございましたこのコーナーは伊藤への提供でお送りしました原田のブロー伸び伸び金曜日ではあなたのメッセージをお待ちしています嬉しかったこと楽しかったこと何でもお寄せくださいナブリンと一緒に歌って笑ってのびのびのびきんで楽しんでねメールはのびアットマーク jocr.jp まで待ってまーすナナファーム須磨からのお知らせです明日2月17日土曜日、あさって18日日曜日は、2日続きの催しが3カ所で開催されます。店内入口におきまして、創業50年、神戸の和菓子の老舗、神戸二見堂さんによる和菓子の出張販売を予定しています。神戸二見堂さんは厳選素材を使用し、和菓子職人が昔ながらの製法で一つ一つ真心を込めて手作りしています。取れたてのいちごを使ったいちご大福は季節限定の人気の和菓子です。75前では、播磨の蔵元、達力さんによる日本酒試飲販売会を予定しています。また、芝生広場特設テント内では、加圧式焼き栗のおくりさんによる販売会を予定しています。おくりさんは屋外での販売のため、雨天の場合は中止になりますので、あらかじめご容赦ください。以上、ナナファームスマからのお知らせでした。原田信郎、のびのび金曜日。0120、用意しな、ゴー。快適生活ラジオショッピングです。今井さん。はい、原田さん、久米村さん、よろしくお願いします。お願いします。で今日は快適生活ではおなじみとなりました便利グッズ
電動の爪削り持ってまいりました。はい。もう一度使ったらもう爪の毛はこれってなるかと思います。爪が硬くて切りにくい方、それから老眼で爪切りが不安だという方、それから足の爪ってそもそも切りにくいですし、あと今の時期、指先が冷えたらもう爪切り握りづらいじゃないですか。はい。もうお困りの皆さんぜひ使ってみてください。私が個人的に一番嬉しいのは、これ、ティッシュも新聞も広げなくても、もうどこでも使っていただけるんです。やっぱり爪切りするってなったら、こう、まずは机の上のものをどかして、ティッシュ広げてっていうね、その一手間が面倒で、私ずっと爪のお手入れって後回しにしがちだったんですけれども、そんな私もこまめに爪のお手入れできるようになったので、こんな面倒くさりがり屋の私もね、心からおすすめしたいのが今日の電動爪削りなんです。お客様の声をもとに改良をしまして、削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削りです。LED ライトがついて手元が明るく、お手入れも簡単。削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが、今ならお値引き価格でお求めいただけるんです。削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削り。はい、今だったらお安く手に入るんですか？そうなんです。なので、こう、ずっと気になってたわーという皆さんも今日、チャンスです。うん、これ、サイズ感としては、タバコの箱くらいのコンパクトなサイズでして、重さもおよそ 115g、とっても軽いんです。使い方は本体の先の部分で刃がくるくる回転してますので、そこに爪の先を押し当ててください。もうこれだけで力を入れなくてもスイスイ爪が削れていってくれるんです。普通の爪切りだったらこうバチンって一回にたくさん切ってしまうからうまく切れない、それから指先傷つけそうで怖いなという方でも、これでしたら切るのではなくちょっとずつ削っていくので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK です。切りすぎの心配もないんです。爪に押し当てるだけでいいんですね。はい、そうなんです。で、切るのではなくて削るんですね。そういうことなんです。もうちょっとずつ削っていって、その削った爪が本体の容器の中に溜まっていってくれるので、ティッシュも新聞も広げなくていいんです。飛び散る心配がないんです。で、仕上がりもツルツルになるので、後からヤスリをかける必要も、爪を整えるためにヤスリ使う必要もありません。しかも、削りやすさを追求しました今日のハイパワー電動爪削り、実は歯の部分、快適生活のために特注で作ってもらってるんです。なんですよ、メーカー従来品からより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良してもらいました。最終仕上げは手作業で行って削れ具合の調整もしているんです。もう今までのもすごい人気だったのに、はい、削りやすさがアップしたってすごい嬉しいですね。そうなんですよ、赤ちゃんとかお子さんのお世話、それから介護などなさってる方ってやっぱり肌を傷つけないようにこまめにお手入れされてるかと思うので、うん、これ本当にねススッとお手入れできるので、そんな方にこそ使っていただきたいですし、あとやっぱり電動って聞くとどうしても怖くないのって思う方いらっしゃるかもしれないんですけれども、うんうん、快適生活のスタッフがたまたま介護施設に行った時にこう爪を切られることは怖がってた利用者さんが、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を差し出していたっていうところを見かけたそうなんです。ああ、そうか。指先まで削ってしまう心配はないんですね。そうなんです。だから、ご年配の方にも良さそうですね。そうなんです。歯の部分がこう、剥き出しになってないので、こう、指がね、切れちゃうってこともありませんし、うんうんうん、LED ライトがついていて、手元明るく照らしてくれるので、ますますご年配の方にもおすすめです。電源は単3の乾電池2本で OK です。面倒な充電の作業もいりません。で、削った後の爪込みの処理なんですけれども、後ろに蓋がございますので、そこを開けてポイッと捨てるだけ。ヘッド部分、頭の部分は丸ごと水洗いもできるので、いつも清潔に使っていただけるんです。削った後の処理は一手間でも、水洗いできてお手入れ簡単ってことですよね。そういうことなんです。もう爪に押し当てるだけでスイスイ削れます。削りやすさと使いやすさにこだわった今日の LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、そして単3乾電池4本をお付けした快適生活限定セットが税込み4900円なんです。すぐに使える電池付きで5000円を切るんですか？そうなんです、もう届いたらすぐ電池入れて使っていただけます。ただこれ大人気大好評いただいてまして、今日も気になってるわという方にすぐ決めていただきたいので、今日は1000円お値引きをさせていただきまして、税込み3900円、3900円でいかがでしょうか？
爪のお手入れって一生のことなんで、もう今日ほんとチャンスですね。そうなんです。もう早く使い始めれば始めるほど、これからの爪のお手入れ楽になります。あの、ご自宅用、会社用、まあ、どこでも使えるので、車用ですとか、ご家族分、お友達の分など、プレゼントにもお選びください。今日2個、まとめてお求めの方、さらにお得になります。2個で税込み7800円になるところですが、なんと、ここから、2000円のお値引きです。税込み5800円です。ということは1個あたり3000円を切るんじゃないですか？そうなんです。本当にお求めやすくなってます。やっぱりもう暖かくなってきて、指先までおしゃれしてね、お出かけしたくなる季節近づいてますから、お安い今から楽々お手入れで春に向けてね、備えてください。全部でこのお時間100個ご用意しております。LED ライト付きハイパワー電動爪削り。電池付きで1個が1000円お値引き。税込み3900円です。そして2個なら税込み7800円になるところ、2000円のお値引き。税込み5800円です。送料代引き手数料は別。ご注文フリーダイヤルです。0120-40-1475 0120-40-1475 番用意しなごです。携帯電話からも 0120-40-1475 番、インターネットでのショッピングは快適生活で検索してください。はーい、今井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。快適生活ラジオショッピングでした。お届け、返品などについては、ご注文の際にお尋ねください。原田信郎のびのび金曜日では、あなたのメッセージをお待ちしています。嬉しかったこと、楽しかったこと、何でもお寄せください。ナブリンと一緒に歌って笑って、のびのび、のび金で楽しんでね。メールはのび @jocr.jp まで待ってます。のびのびクッキング、はい、のびのびクッキングの時間でございます。このコーナーの担当は桂ぽんぽこちゃんです。はい、料理上手は節約上手、桂ぽんぽこです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、今日のメニューは、あ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。なんかこうメッセージいただいてますよ。え、どうしたんですか。明石の父ちゃんからいただいてます。明石の父ちゃんから、それはどこですか。ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいね。何書いてあるから、明石の父ちゃん。落語界唯一無二のお色気担当ポンポコさん、ありがとうございます。ポンポコさんってこんな人やったんやと伸び金で知ることができてマジ良かったです。あ、落語を聞きに来てくれはったん。この、いや、違うわ。カッコお金ないけど、カッコ閉じる。ポンポコさんの落語会一度行ってみたいでしたから。あ、見たいの。まだ行ってないんです。いえいえ、ありがとうございます。はい。で、のぶりなおちゃん、YouTube で配信してほしい。メンバーになるで絶対に知らんけどっていう。あえて今紹介することもなかった。でも、そういうね、はい、惜しむ声をいただいたということで、うん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。それはね、一回ね、昔のお父ちゃん。ね、来てほしいですね、はい。そうですよ。ね、ポンポコちゃんの落語を聞きに来てください。来てください。ちょっとね、へそくりでね。うん、へそくり。そんな高いもんじゃないですからね。一回生で5万円でしたっけ。そんな団体で来れます、5万円。団体なるほど、貸し切りとかできる、はい、さあ、それでは、クッキングの方に行きましょう、はい、今日のメニューは何でしょう。今日はですね、誰でも簡単にできる炊き込みご飯を紹介しようと思います。炊き込みご飯いいよね。これいい、あれでいいんじゃないですか。おひなさんも近いしね、うん、あ、本当ですね。そうやね、うん、3月3日そう、美味しそうよこれ。明かりをつけましょう、ぼんぼりに。また私それ、ポンポコにっていうのかと思った。すいません。ちょっとアレンジできなかった。はい。で、炊き込みご飯。どんな炊き込みご飯ですかね。いっぱいありますからね、炊き込みご飯って。そうなんです。材料を聞けばよくわかります。はい。
はい、材料を教えてください。材料は具材はもう家にあるもので大丈夫です。何でもいいんです。それがいいよね、ポンポコさんのは。何でもいいっていうのもね、どうなのかなと思いますけど、何でもいいのかっていう感じですけど。でも冷蔵庫にね、中途半端で余ってるやつを使ってくださいってことですよね。そうなんです。腐ったチーズとか。いや、そんな入ってる？え、腐っててもチーズ入ってるってすごいよね。すごい。チーズはあるでしょう、チーズバターはあるでしょう。いやいやいや、ある？あ、でも業務スーパーで買ってます。まとめ買いします。あるんやあるんや。素晴らしい。はい、じゃあお家の中にあるものでいいですか？あるもので、はい、あるもので。何でもいいんです。何でもいい、はい、何でもいいんです。じゃあ今回例えばということで。例えばということで、はい、はい、うちにあったのがしめじ1パック、それから人参2分の1本、うん、で本当は。お揚げが良かったんですけど、はい、揚げがなかったので、うち、菊間でありました。ほんまはお揚げの方がええねんね。お揚げの方が好きなんですよ。菊間よりもね。はい。なかったんで、菊間。すいません、菊間でやりました。菊間1袋、はい。それから、鶏もも肉2分の1。それから、お米2合、はい。で、こっからがポイントなんですけど、はい、炊き込みご飯するときに、味付けで、べちゃべちゃになりません、うんうん、ああ、あるよね。あれなんで水分があんなに出るのかなと思うよね。なんか、いつもその調味料の分、お水減らしてくださいって言うんですけど、はい、減らしたとて、なんかいつも私うまくいかなかったんですよね。なんで、今回は味付けは、お茶漬けの素使います。ほう。お茶漬けの素。何味の、はい、私は梅味が好きなんで、梅味。梅味。入れました。で、最後にごま油を少しだけです。へえ、はい。じゃあ、このお茶漬けの素をどのタイミングで入れるのかっていうのも重要ですよね。はい。はい。うんうん、お願いします。まず、作り方なんですけど、はい、もう具材は食べやすい大きさに切ってください。はい。人参ちっちゃめだとか、まあ、しめにもね、もうちょっと手で裂いていただいて。うん、で、食べやすい大きさに切った後に、うん、こっからが大事なんですけど、うん、お米2合を洗った後に、冷蔵庫で1時間ぐらい浸水させてください。おー、ちょっと待つんですね。はい、うん。1時間ぐらい。ここで、私前に失敗したのが、ここでちゃんとお水を浸水させなかった、味付けしたら、すっごい米硬かったんですよ。おなんで味付けする前にちゃんと浸水させなきゃいけないってことが分かったので、はい、1時間ぐらい浸水させてください。うん、で、1時間経ったらですね、切った具材とですね、ここでお茶漬けの素を入れます。うん、1合につき1袋がちょうどいいぐらいです。で、これだとね、ちょっと薄いぐらいなんです。ちょっと薄いぐらいなんで、はい、こういうのが好きな人は、もう少し、なんでしょうか。白だし入れたり、お塩入れたり、麺つゆ入れたり、まあ、ここはもうお好みで。だけど、これでも結構、一袋でも結構しっかり味付きますので、はい、お好みにお任せします。で、いちごにつき一袋入れていただいて、そのまま炊飯してください。はい、で、炊き上がった後に、うん、私、ちょっとおこげを作りたいタイプなんで、うん、おこげ好きなんや。おこげが、そういうタイプなのよ。うん、そういうタイプなので、でさっくり混ぜた後にですね、ごま油をちょっとだけ一回してほしいんです、はい。これもお好みなんですけど、一回ししてもう一回炊飯を入れて1分ぐらい炊いていただくと無理やりおこげができますので、あ、そうなん、はい。それごま油でできるの。ごま油入れることによって、はい、おこげがつきやすくなるので、もう一回炊飯をすのね。はい。で1分経ったら自分で止めるってことですか。自分で止めて。へえ。あとなんかまあ、炊飯器によるんですけど、うん、はい、もうあんまり熱くなりすぎちゃうと炊けてるのにってので強制的にボンってこう切れるタイプもあるんで、これも炊飯器によってなんで、これはもう別に炊き上がってそれでよかったらそれでいいんですけど、はい、私おこげ作りたいのでごま油入れて1分ぐらい炊飯すると強制的におこげができるので。初めてやってみよう、それ。なおちゃんおこげ好きですか？いや、おこげそこそこ好き。そこそこ好き。そこの方にあるからね。はい、へぇー。美味しそう。これ、いいね。うん、簡単でいいね。美味しそう。簡単で。もう、うん、ほんと味付けに失敗がないので、はい、ぜひぜひ作ってみてください。美味しそうでしょ、ほら。これ米2合っていうのは、何？家族4人ぐらいの感じですか？4人もうちょっと、ひょっと少ないか。少ないか。うち家族3人で3合食べるんで。めっちゃ食べる。量食べるね。そうですかね。もう、合わせていただいて、ご家庭に合わせていただいて。そうですね。2合でどうなんですかね。お茶碗4杯分ぐらいなんで。でも余ってもこれ多分冷凍しても美味しいよね。そうですね。そうやね。お腹減った時ね。はい。チンしたらいいな、ね。そうよ。おこれいいわ。そう。はい。炊き込みご飯。はい。はい。はい、
皆さんもぜひ作ってみてください。はい、見てください。はい、ポンポコちゃんありがとうございました。ありがとうございます。のびのびクッキングのコーナーでした。原田信郎、のびのび金曜日。はい。魚屋のおっさんのコーナーに行きましょう。バラバラだ。え、大丈夫？大丈夫です。何探してるんですか？大丈夫ですか？おっさんとおっさん、おっさんとかやってしまったんですか？いや、もういっぱいあるからね。そう、今日いっぱいあるから、私も、待って、なんでさっきなってた。いや、お便りもいっぱいもらってるし、はい、魚屋も容器あんだけどもね。2,4,6 人の方。あ、すごい。行きましょう。はい。ポンポコちゃんに、のぶりん大賞を決めてもらいます。はい、そうです。のぶりん大賞は、のぶろうさんの書、ポストカードをプレゼントさせていただきます。ポンポコちゃん、お願いします。はい。お願いします。まず最初は、高槻市のラジオネーム、ゴンタくん。ゴンタくん。健康診断の重要項目のおっさんの歌。うん。はい。重要項目。重要項目。健康診断の重要項目のおっさんが間違えて火鉢の上に座ってしまいました。血圧血圧鼻でシンプル。お尻が熱かったんだね。火鉢の上に座ったからね。あ、血圧が良くなかったんですね。高かったんですか。高かったね。高かった。重要項目ってそういうことなんですか。悪いところ。いや、私健康診断あんま分かんない。え、健康診断見たことないの。いや、そんなちゃんと項目リストで見たことない、ちゃんと。え、血液検査とか。血液検査したことないの。いやー、ありますけど、あんま気にして見てない。あ、そうなんですか。10年に一遍ぐらい。そうかもしれない。へー。それ何、あ、お医者さんに血液検査、見ましたけども、問題なし、ないし、なしですよって言われる。いやいや、なんか、健康診断受けたら、なんか郵送で送られてくるから、ふーんぐらいで見て、ちゃんと見て。へー、そうなんだ。見てんのそれ。見てないって、だから、ちゃんと。え、何のための血液検査やねん、ほんなら。ここが悪いねとか、コレステロールが高いのって。悪いとこ書いてあるんですか？高いとか。あ、そうそうそう。書いてあるでしょ。矢印でキュッと上に書いてあったり。それは高いってこと？そう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 。はーって。あのな、高校生と喋ってんじゃないんやから。あ、ごめんなさい。何高校生ぶってんの？ギャル。何がギャル？直してもらえ、その辺。あれギャル知らんでしょ。知ってるわ、ギャルぐらい。ギャルはこういう二人みたいなもんね。こういう二人です。続いてのおっさんいきます。はい、お願いします。はい、大阪平野区の宮本さん。宮本さん。はい。シュリーさんって知ってます？シュリー。はい。はい。ね。シュリーさん。水谷さんの。朝ドラのブギウギに。あ、お嬢さんね。うん、はい。ね。出たはる。はいはいはい。シュリーのお姉さんの歌。はい。シュリーのお姉さんが足の胸毛を剃ってました。シュリ。シュリ。シンプル。シンプルね。綺麗に剃れたんでしょうか。ジョリーやないねんね。ジョリーやないねん。シュリ。シュリ。シュリ。そんなに濃くないってことね。そうですね。すべすべ系ですね。神戸に東灘区の神戸和さんから。はい。70歳の男性です。はい。気象予報士のおっさんの歌。うん。気象予報士のおっさんが歌ってる、ヘイジュード。ああ、気温が。気温が。ああ。まあ、2月の平均は10度ぐらいですからね。なるほどね。ヘイジュード。京都は伏見区のハミちゃん。ハミちゃん、はい。ハミちゃんいきますね。はい、駄菓子屋のおっちゃんの歌。駄菓子屋のおっちゃんが店のお菓子をつまみ食いして奥さんに見つかった。バレンタン？いやーん、ちょこっとだけやし。
バレたかと、うんうんうん、つまみ食いしてバレたかと、うんうん、いやちょこっとだけやし、かわいい、ちょこっとだけやし、ね、負けといてみたいな感じですね。うんうん、続いてこちら、神戸は西一くんのラジオネーム、ポンポコ以上改めて、ポンポコ3年、ナオコ8年、さんからいただきました。パイロットのおっさんの歌。うんうん、コックピットに座ってるおっさんは、とてもおしゃれな格好をしている。服装重視。ああ、なるほど。確かに。服装重視。大事。服装重視。いやいやわ、今、北総エンデの顔が浮かぶと嫌よね。何何何に？あの、ポンポコ3年。なお5、8年の人。あ、人が、はい。はい。ニヤーってしてそうよね。あ、濃いですね、パイロットから次、警察官のおっさんの歌ですね。はい、明石市のレオンさん。レオンさん。警察官のおっさんの歌。はい。警察官のおっさんが、報告書を逆さまに書いて注意された。現行反対よ。現行反対よ。ああ、なるほど。現行反対よ。だよ。現行反対よ。すごい渋い顔してる。あ、いやいやいや。すいません、考えちゃいました。すごい、ちゃんと考えて、ちょっと難しかったですか。ちゃんと考えて、さすが審査委員長。はい、すいません、すいません。ありがとうございます。豊中市のラジオネーム、今更ながらさんからもらいます、ね。今更。45歳の男性でございますね。はい、初挑戦ですって書いてある、ね。電気屋のおっさんの歌。はい。電気屋のおっさんに、伸び金終了を知らせたら、怒った怒ったかわいい。怒った怒ったこたつ、こたつ。こたつの怒った。かわいい。かわいい。かわいい。怒った。久しぶりに怒った聞いた、なんか。以上でございます。いいですね、おー、審査委員長お願いします。さ、審査委員長、のぶりん大賞は、すっごい迷ってるんです。え？すっごい二つで迷ってて。二つで迷っている。今ね、はい、顔に手を当ててます。はい、すいません。本当に考えてるのか。そうですね。ちょっと眠たいから今寝、寝ようとしてるのか。眠たいからって何どっちでしょう。本当に迷ってて。どれで迷ってますか？いや、血圧と服装重視で。ああ。血圧。はい。なるほど。血圧。血圧っていうのと服装重視っていうのと。重視ね。血圧と。はい。さあ、それでは決めてください。いや、もう。服装重視で。服装重視。服装重視。うわ、もう血圧も良かったからな。北総エンデルは。血圧も良かったからな。服装重視。はい。すいません。はい。服装重視と言いますと、はい、ポンポコ3年ですね。ポンポコ3年の方ですね、はい、この方でございます。ポンポコ以上改め、ポンポコ3年、ナオコ8年、はい、神戸西区の方でございます。47歳の男性、おめでとうございます。おめでとうございます。ノブリン大賞としてノブローさんの賞ポストカードをプレゼントさせていただきます。はい、ポンポコ改め。この方もようね、いただいてますね。そうですよ。ありがとうございます。いつもあの、大賞もいっぱい取ってらっしゃる。そうですよね。すいません。いや、飲んで飲んで。これあの、結構、このコーナーって、2回、3回、呼んでる人多いですね、うんうん。そうですね。でも、あの、初心者の人も、はい。いただいてますので、はい。初心者の方、はい。もう、ね、そうよ。歓迎いたしますので。あともう、6回しかないです。あ、そうですよね。頑張ってください、ね。血圧も面白かったです。あ、そう、6回そうよ。はぁ、やだ。なんか、それ聞くと、ちょっとやっぱり寂しい。あと、6回中に何かポストカードを皆さん目指して、ね。いや、ほんとそうですよね。頑張っていただきたいとも、とんでもございません。すいません。以上でございますね。はい、お待ちしております、はい。はい。ということでございまして、魚屋のおっさんのコーナーでした。イエーイ。のブロー、のびのび金曜日ではあなたのメッセージをお待ちしています。嬉しかったこと、楽しかったこと、何でもお寄せください。のぶりんと一緒に歌って笑ってのびのびのび金で楽しんでね。メールはのび at
@jocr.jp まで待ってます。はい、スタジオにゲストをお迎えしております。はい、兵庫県遊戯業協同組合の防犯広報委員長、新井康人さんです。はい、よろしくお願いします、はい。こんにちは。兵庫県遊戯業協同組合防犯広報委員長の新井です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは、この遊戯業協同組合、はい、というのは、どういったあの組織なんでしょうか。うん、はい。兵庫県下のパチンコ、パチスロホールを運営する会社で組織された団体です。おお、これどういう活動をされているんですか？うん、はい。兵遊協では依存症対策と業界の健全運営に関すること、また地域社会への貢献を主に活動をしております。おお、依存症対策っていうのはどんなことなんでしょうか？はい。依存症対策としましては、依存症対策に関する講習を受けたスタッフを各店舗に3名以上配置することを目標に、兵遊協では受講を促進しております。現在までにおよそ2000名のスタッフが受講しております。そんなにあるねね。はい。まあ業界の対策も進んでるということですね。はい。まあ、社会貢献活動としましては、うん、昨今被害件数が増加傾向にある振り込み詐欺防止のため、兵庫県警と連携し、自動通話録音機を1000台寄贈いたしました。うん、現在、被害に遭いやすい高齢者に貸し出しを行っており、詐欺被害の未然防止対策として有効活用いただいております。いや、いろんな取り組みされてるんですね。はい。自動通話録音機を貸し出した地域では、被害が減ったと兵庫県警の方からも聞いており、少しでもお役に立てていると嬉しく思っております。効果が出ているっていうことですね。兵遊協では他にどのような社会貢献活動を実施されてらっしゃるんですか？はい。日頃から、子どもたちを犯罪や事故から守るパチンコ110番協力店制度の展開をはじめ、ポスター掲出や巡回による子どもの車内放置事案の防止や地域での防犯キャンペーンなどを行っております。また車椅子による兵庫ユニバーサルマラソンの支援など、さまざまな福祉事業への支援などもさせていただいております。また兵遊協の社会貢献活動の一環として、明石市大久保町に開園しましたスバル保育園は園児数も増え、順調に運営いたしております。本当にいろんな様々な形での支援活動をされてますよね。はい、素晴らしいことですね。ありがとうございます。あとは福祉車両の寄贈も継続されているって聞いてるんですけども。うん、はい。兵庫県ハートフル福祉号という車両ですが、我々兵遊協では介護を必要とされる方々の外出を支援するために、県内の市長、社会福祉施設などに対して車椅子を乗せられる車両の寄贈を長年にわたり行っております。これまでに延べ159台の寄贈を行っております。すごい。ところでですね、兵遊協には若い世代の方々の組織もあるんですよね。はい、青年部会と言います。彼らも私たちの活動を継承し、受産施設や障害福祉事業所で作られたお菓子や工芸品を購入し、一部のホールでは商品として利用する活動や、障害者の音楽活動の場である神戸障害者音楽フェア、ジョイフルコンサートへの支援活動があります。すごい。他にもいろんなことされてますが、他はどんなことがありますか？はい、ホールを開放して障害者の方々にパチンコを楽しんでいただく社会福祉パチンコ競技大会の開催や、障害者と健常者が触れ合う交流イベントのハートフルファンドフェスタなど、長年にわたり精力的に社会貢献活動に取り組んでおります。去年ね、ラジオ関西祭りで、はい、兵遊連スペシャルステージとしまして、はい、アニソン歌手の北田博さんに出演いただきまして、非常に盛り上がりましたね。は
はい。他にもジャンボパチンコ機によるゲームやバルーンアートの配布、また福祉事業所による触れ合いバザーなど盛りだくさんの内容でたくさんの方に楽しんでいただけてよかったです。まあ、近々ホールの方ではね楽しいイベントがあるそうですね。それにあのさっきあのラジオ関西祭りに出てくださいましたアニソン歌手の方あの北谷博さん、はい。ね、すごい。僕も間違ったこと言いましたね。いや北谷博さんです。惜しかったです。惜しかった。はい。北谷博さんに出演していただきました。失礼しました。で、近々ホールの方では楽しいイベントがあるということで。はい。明日2月17日土曜日から23日祝日まで、漂遊協主催のファン感謝デーを開催いたします。おお、これはどんなイベントなんですか？うん、はい。期間中、兵庫県下のホールでは、抽選くじを配布しており、4K テレビなど豪華商品がその場で当たるお客様還元イベントとなっており、さらにダブルチャンス賞が出ればパナソニックの電動アシスト自転車がハガキによる抽選で当たります。電動アシスト自転車すごいすごいですね、はい、大盤振る舞いでございますね。ということでございまして、今日ゲストに来ていただきました、兵庫県遊戯業協同組合の防犯広報委員長新井康人さんでございました。うん、ありがとうございます。いやもう兵遊協が取り組む、はい、もういろんな活動や楽しみな情報をお伝えいただきましたね。はい、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。宇宙へ飛び出そうと犬が吠える。二度と帰るもんかとカエルが鳴けば、ああひるんじゃいけないとアヒルが叫ぶ。最高最高、みんなで力合わせ、合い言葉は言葉は猫ニャンニャンニャ、犬ワンワンワン、カエルもアヒルもガーガーガー。暗い夜空もこの目があると猫が言い出せば、世界中平気と犬が吠える。飛ぶには僕のジャンプ力とカエルが鳴けば、ああ私の羽もよとアヒルが叫ぶ。最高最高、みんな準備はいいか、愛言葉は愛言葉は言葉は猫ニャンニャンニャ、犬ワンワンワン、カエルもアヒルもガーガーガー。これで全部か、みんな揃ったか、他にいないか。サルキャッキャッキャ、ヘビニョロニョロニョロ、ジャイアントババもオープープー。あ、のねのねの。そこできんの？猫、にゃん、にゃんにゃんでした。はい、それでは続いていきましょう。はい。ノブリンのギターで歌おう！はい、ギターで歌おうでございます。今日もピアニストの雨宮遥ちゃん、どうぞ！あ、マミヤハルカです。よろしくお願いします。アデキンの早瀬ね。そうなんです。あ、マミヤハルカちゃんもああやな。
はい。あやなってどういうこと？いや、あのねのね。あ、間宮遥かだよね。タイアップよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日の歌は、松田聖子ちゃんの赤いスイートピーです。はい。いい歌ですね。先週ね、これ歌いたかったんですけども、先週はいろんなお客さんが来られて、時間がなくなりましたね。そうですね。はい。今日もあと2分ぐらいしかありません。今日も危ない、今日も危ないからもう。スーパースピードで歌います。はい。ちょっと早巻きでいきますか。はいです、早くね。はい。松田聖子ちゃんの8枚目のシングル。うん。あ、これ8枚目の?8枚目のシングルなんですけども、裸足の季節、風立ちぬ、うん、白いパラソル、うん、夏の、夏の扉、チェリーブラッサムに続いて、この赤いスイートピー。なんと連続チャートナンバーワン。そうです、そうです。っていう、すごいよね。はい。全部1位やったんよね。この頃一緒にノブローさんはコントしてはったんですよね、聖子ちゃんと。聖子ちゃんと一緒にね、あ、そう、コントもやってましたね。すごい、すごい。コントね。はぁ。聖子ちゃんカットでね。すごい。だってさっきあのサムさんも好きって言ってた桃井ちゃんともでしょ？桃井ちゃんもね。そうそうそうしてましたね。で、あ、間宮遥香ちゃんともでしょ？あ、間宮遥香ちゃんとはコントはしてませんけど。そうなんや。いや、はい、もう光栄ですもん、本当に。その頃でございますね。はい。はい。赤いスイートピー。はい。これは、クレタ・カルホさんって言って、うん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 、作曲になってますけども。うん、これユーミンですね、うん。そうなんですよね、うん。グレタ・ガルボから撮ったんですって。あ、そういうこと。うん。へぇー。グレタ・ガルボって何？あ、女優さんです。どこの、うん、映画女優。どこの人だろうか。いや、外国の方ですよね。いや、違う違う。どこのカントリーよ。え？グレタ・ガルボやから、ちょっと、アメリカじゃないよね、きっと。でも、ハリウッドの女優さんです。ハリウッドの女優さんなん、うん、そうなん、なんか、ヨーロッパみたいな感じですよね。ヨーロッパ系っぽい。うん。うん、へぇ、作曲が、だからユーミンで、作詞が松本隆さん。ってことですね。松任谷由実さんが、初めて松田聖子さんのために書いた曲なんですって。うん、あ、これ。松本隆さんに頼まれて。へぇ、松本隆さんも頼むんや。ちょっとユーミン書いてくれないって言って、言わったんですって。それインタビューで聞いたことあるんですけど、それでなんか赤いスイートピーって下がってるじゃないですか、音が。で、初めちょっと上げてはったんですって。どうやって赤いスイートピーみたいなのちょっと上げてはったんですって。それおかしいでしょ。いや、上げてはったら、やっぱりこの頃、連続チャートナンバーワンが続いてるし、ノブローさんとコントもせなあかんし、とにかく疲れるよね。すごい忙しいと。聖子の喉がちょっとっていうことで、スイートピーに下げてくれって言われて、私の歌直されたん初めてやけど、って、その時思ったって松任谷由実さんがインタビューで言ってましたわ。いや。それはね、自分で決めた作曲でしょ、作曲されたわけでしょ、うん、ね、ユーミンがね、うん、それはちょっと、え、なんで、なんでなのみたいな感じでちょっと最初ムッとしはったと思うよ。まあでも言った人が松本さんやからね。そやね。はいはい、わかりました。松本さんに頼まれたらもう全部もう。そうよね。そうですよ。そんなことがあったんですね。ねえ、はい。さあ、それではいきますか。はーはい、これはもう僕最初のこの詩がね好きですね。春色の汽車に乗って海に連れてってよって、そんなこと言われたらもうちょっとおかしいんちゃうかっていう。ロマンチック、ロマンチック、ロマンチックでいいよな、こんなことをさらっと言える女の人っているのかな。そう、ユーミンやもんね。なおちゃん、ちょっと言ってみて。私言わへんけど。春色の汽車に乗って海に連れてってって。春色の汽車に乗って海に連れてってよ。さあ行きましょうか。はいはい。恥ずかしいだけや。恥ずかしいだけやったわ、もう。行きますか。はい。はい。そしたらあの G、A マイナー、G、D は4拍ずつお願いします。4拍ずつ、はい。イントロでございますね。はい。はい、じゃあ行きましょう、はい。赤いスイートピー。ワン、ツー、スリー。はい。春色の汽車に乗って
スイートピー、まあ、正しくはあ、かいスイートピーですね。あ、ね、あ、そうなんや。かいです。かいね、なんか春になってきたらちょっとね。かいかい、確かに。ちょっと日がかいくなる。かい。なんてこと聞いたらあかん。赤いスイートピーですね。はい。はい。いい曲です。いい曲ですね。ねうーん、やっぱり。松本隆さんの詩やなっていうのがやっぱりところどころでねえ分かりますよね。春色の汽車からしてそうですもんね。なるほど。春色の汽車ってどんな汽車やねんって思いますけどね。ああ。ピンクに塗ってやるの？いや私なんかちょっと黄色かなと。黄色。うん、ああ、なおちゃんの春色って黄色なんや。なんか菜の花とかこう、黄色い。私はピンクかな。うん。ええー。はるがじゃあ何色？春色って何色？あ、私この歌聞いた時に、なんかあの、勝手に、阪急電車のあの、小豆色。ええー。なんか、はい、そうなん。阪急電車乗ってなんか春になんかあったん？そのなんか思い出があるの？桜がいっぱい咲いてるでも言わへんわ。あ、言わへんわ。言わへんわ。へえ。人それぞれですね。女の人は春色って言ったらみんなピンクって言うのかなと思った。違うね。いや、そう、知らん。知らん。いや、多分もう、究極なところで聞いたん違う？ええー。もうちょっと、もうちょっと。小豆色が出てくるってびっくりした。それはもう、個性派女優やから。女優さんなんです。任していい。ピアニストでもあり、そう女優でもある。そう、大変なんですよ。もうほんま今日はね、頭に電子ピアノ乗せてないんですねとか各地で言われるんですよ。ありがたいです。各地で言われるね。このコーナーよう聞いていただいてますから。もう乗せるのをやめたんですよ、実はね。もうあの、みんなにバレてしもって目立つから。そう、目立つから。そうなんや。そう。野室さんがバラしてしもだから。ああ、ごめんね。乗せるのやめたんですよ。駅の改札通られへんから。そうですよ。いただきました感想。明石の夜明けのヒデさんでございます。はい、ありがとうございます。あ、マミヤ、は、ルカちゃん。は、い。先週は残り少ない貴重なこのコーナーなかったので寂しかったよ。赤いスイートピー、聖子ちゃんの代表曲の一つですね。なおちゃん、はるかちゃんの歌声とのぼろうさんのギターサポートも良かったです。ありがとうございました。
いや、よかった。聞いた？のぼろさんはギターサポートに乗ってます、ね。僕サポートなんですね。サポート。はい、いや、嬉しいです。なんかのぼりバンドでなくなってんちゃうなんか。いや、サポートですよ、大体。あ、マミヤバンドじゃん。そう、マミヤバンド。マミヤバンド。そして、ケンチャンマンからいただきほんま？ほんま。そうか、ほら。あ、みんな K で切ってる。そうよ。神戸は西区です。のブリンバンド定番の。もうええって。だって書いたんねん。春にぴったりの歌でしたね。もうすぐ春ですね。皆さんの歌声で心癒されました。あったかくなったら春色の汽車に乗り、スイートピア、菜の花、桜が咲き誇るところに行ってみたいです。なるほど。やっぱ桜やったらピンクかな。あ、そうですね。で、菜の花のイメージやから私黄色やったよね。ああ、そうか。ね。ほんでは名付き色やから。うん。ほんで、あずき色やもんね。大女優は。すごいね。そうなのよ。そうなのよ。そうなのよね。今届いてるのは以上でございます。以上でございます。はい。今ね、皆さん頑張って、ありがとうございます。また後でね、紹介したいと思います。はい。はい。ということでございまして、のぶりんのギターで歌おうでした。はるかちゃん、ありがとう。ありがとうございました。原田のぶろう。のびのび金曜日。はいはい、もうたくさんメッセージいただきました。はい、じゃあこちら行きますかね。サイもガーもケルさんからいただきました。はい、歌やね、やっぱりユーミンが作って聖子ちゃんが歌う曲には小さな恋の物語のようなキュンキュンなストーリーが浮かびますねと。こんな小さなラジカンブースでの演奏が花園の天国に見えたでーって、見えたでーと、嘘ごめん言い過ぎたと。ノブリン、サビで赤いスイートピーで感情溢れてたよ。ナオちゃんまた上手くなってるよ。褒めてもらってありがとう。高音が透き通ってるよ。さすがラストコンサートが近づくとはるかちゃん。気合が違うわ。ノブリンとナオちゃんを引き立てるピアノの繊細さが伝わったよ。おーね、嬉しいね。ね。ね。ほんまですわ。ありがとうございます。みんなちょこっとずつですけどもね。うん。ちょこっとずつですけど何？いや、やることにね。やっぱり自分の役割を知ってるよね。役割を ね。確かにそうかもしれません。もうちょっとじゃあ言っていいですか？言ってください。伏見のハミちゃんでございます。うん、久々に猫ニャンニャンニャン。やっぱり楽しかった。TikTok でよく上がっていました。ギターで歌う赤いスイートピー。春らしい曲ですよね。いつもながら心ウキウキしますが、今年は切ないですね。とまだ子供やし。あなたについていきたいです。あと何回のビキニバンド楽しめるのかなって。あと、うん、毎週やったら、うん、7回 ?6 回。6回 ?6 回、うん、?6 回。もう6回になってきた。うん、6回ちゃう？今日だってもう7回目済んだでしょ ?7 回目終わり今日。うん。いやー。よーって。あと6回。早いね。最後何歌うかですよね。ホタルの光でしょ。あー、なるほど。やめとこ。なんで？そう？泣きそう。もう泣いてもええんちゃう？なおちゃん泣くやろ。もう私多分泣くと思う。絶対泣かへんと思うな。そうかな。私だって昨日なんか、スポーツジム変わったんですけど、うん、その、2、3ヶ月ぐらいしか関わってないんですよ。うん、それでももう週に1回行けたらいいぐらいの感じの方だったんですけど、うん、10年その人はトレーナーされたらしく、もうちょっと10年の節目ということで、ちょっと1回辞めますと。うん、違う仕事にちょっとチャレンジしてみたいっていうことで、辞めますって言って。で、今日いつまでなんですかって昨日聞いたら、うん、今日って言わはったんですよ。だから、ああ、そうですかって私なんか泣いたんですよ、私。自分で、うわー、泣いてんの私と思って。だからもうその時に心の中で、私絶対最終回泣くわ、と思って。ほんまかな、僕は泣かない。ノブローさん次第かな。泣かへんと思うよ。そうかもね、うん。なんか楽しく終われる可能性もありますよね。宮本さんでございます。宮本さんは、はい、今日の赤いスイートピー最高でしたわ。はるかさんのピアノの音色心地いいわ。のぶりのギターもいい感じ。なおちゃん知ってる歌大きな声出しますな。そらそうでしょうね。知ってる歌やから歌えるんやもん。そうやね。そういうことやで、宮本さん。
怒られてるよ。宮本さん怒られてるよ。宮本さん怒ったらまた、なんで僕に辛く当たんのって後で X で言われるんですよ。そして、生駒のゆうじさんです。前回に続き、聖子ちゃんがいてるみたい。最高の春のスタート。カシオさんです。先週はライブがお休みで寂しかったので今日は嬉しいです。のぶりんバンドの赤いスイートピーがアイドルみたいで可愛かったです。来週のライブも楽しみにしています。クートさんは、クレタカルホーさんが赤いスイートピーを出てくるなら、赤いスイートピーを出てくるなら、こちらは、あ、これ、のぶろうさんのですよ。なんで、鹿を、鹿をでおってる。六王院。あ、六王院嵐山か。あ、六王院乱山。あ、全然違う。六王院乱山さんの赤いトンボで対抗できますねっていう風に書いていただいてます。ああ、そうか、そうか。はい。赤いスイートピーに赤トンボが止まってる景色が目に浮かびました。メルヘーンっていうふうにいただいています。そう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 。僕、はい、猫ニャンの時は、はいはいはい、六王院乱山っていう名前にしたんですよ。わざと遊びで。六王院でしたね。六王院乱山。はいはいはい。クートさん、ありがとうございます、うん。そしてラスト、マーブルさんです。うん、ピュアなー、ナオコハルカよー。ちょっと切ない春、赤いスイートピー、かぶせてくるとこよかったー。ありがとうーって。あ、追っかけてくるやつね。はいはい、あれ、いいよね。ね、はるかちゃんにね。ね。先陣切っていただいて。追っかけてもらいました、ね。ついていきますって感じで。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。結構たくさんもらったね。はい、そうです。たくさんいただきました。ありがとうございます。もう、じゃあ、まだね。はい。久しぶりに今日はナンバークイズまた頑張りたいと思いますから。はい。よろしくお願いします。お願いします。ザ・ベンチャーズ栄光のギターケース。50周年を超えてなお色褪せぬロックの殿堂ザ・ベンチャーズ50周年記念ベスト急がば回れ50周年記念ライブ版およびベンチャーズと共演できるリード、リズム、ベースのマイナスワンテイクを収録したプレイウィズ・ザ・ベンチャーズを2枚セットにした画期的な4枚組 CD ボックスです。ザ・ベンチャーズ栄光のギターケース。誰もが知っているヒット曲を多数収録。グループの情報はもちろん、彼らが使用した楽器、アンプまで解説したマニア垂涎の豪華ブックレット。黄金に輝くロゴ入りギターピック付き CD4 枚組で税込み価格 13,200 円。送料代引き手数料はラジオ関西プロダクツが負担いたします。お申し込みは電話 078-362-7722 078-362-7722、ファックスは 078-362-7404 またはラジオ関西プロダクツのホームページまでどうぞ。原田信郎のーびのーび金曜日。さて今日はあのミツバチ三品の山田養蜂場からのお知らせなんでございますが、はい、蜂蜜ではなくて脳の健康に関する商品ということなんですよ。ミツバチの力が脳の健康にいいなんて驚きですけども、うん、詳しく聞いてみましょう。田川さん。田川さん。はい、野村さん、奈緒ちゃん、よろしくお願いいたします。お願いします。そうなんですよね。意外ですよね。うん、今日はですね、ミツバチを研究する山田養蜂場と、アメリカ脳研究の権威がタッグを組んで開発した脳アルツ B をご紹介いたします。こちらは特効ではなく機能性表示食品でございます。はい。で、あの脳研究の権威が注目したっていうことはミツバチにそういうパワーがあったということですか？そういうことなんですよ。日本テレビの世界一受けたいなんちゃらにも出演されたことのあるカリフォルニア大学デール・プレゼデン教授のこの方はですね、アルツハイマーは治療で回復すると提唱されている方なんですけども、はい、この教授がですね、監修のもと山田養蜂場が長年研究してきたミツバチの守る力プロポリスエキスを配合したのがこのノンアルツ B なんでございますね。へー、これはすごいな、興味深く、ますます湧いてきました、ね、そうなんです、そうなんです。ちょっと長いですが、パッケージに書いてあるこれ機能性表示をざっくり読み上げますね。はい、うん、はい、ノンアルツ B にはプロポリスエキスに加えてウコンに含まれるクルクミン、サラサラ成分でおなじみの胃腸の葉由来のフラボノイド配糖体、胃腸の葉由来のテルペンラクトン、脳の細胞に必要な大豆由来の
ホスファチジルセリンが含まれているので、年齢とともに低下する認知機能のうち、日常生活において会話や読み書きなどの基礎となる言葉や文字、行動を記憶し思い出す力、記憶力や必要な情報に意識を向け、正確に対処する力、注意力、集中力、情報を処理し正確に判断する力、判断力を維持する機能がありますと書かれてるんですよね。へー、記憶力だけではないんですね。そうなんです。すごいね、注意力とか集中力とか、判断力とかね。せやから、あのプロポリスだけではなくて、胃腸の葉とかね、サポートする成分も入っているという、っていうのはありがたいですね。そうなんです、そうなんです。日本でですね、初めてプロポリスエキスを使った機能性表示食品なんでございますね。私ですね、57歳で、ノブロさんは 72です。ですけども、普段ですね、こんなことないですか。家の中でリモコンどこ置いたかなとかですね、芸能人、友人の顔は出てくるけど、名前が出てこないとかですね、私なんかあの、携帯持ったまま携帯探してますからね。これ思い当たる方は初め時でございます。さらにですね、こちらはですね、実際の製品でですね、臨床試験済みで12週間の飲用で認知機能に差が出ることが確認されているんですよね。12週間でそんなが出てくるっていうことが確認されてる。そうなんです。いや、それちょっと期待したいですね。すでにですね、サプリメントの本場アメリカではですね、発売されている商品なのですが、こちらを国内で販売できるのは山田養蜂場だけという、他にはない機能性表示食品で、飲み続けた方からはすっきりとして良さを感じていますといった嬉しい声が届いております。さすが山田養蜂場が10年の歳月をかけて開発した商品でございます。しかもよ、世界的な権威が監修でしょ。となるとね、やっぱり心配なのはお値段なんですよね。はい、そうですよね。一人でも多くの方に飲んでほしいということで、今回は初めての方だけにお得なお試しセットをご用意しております。山田養蜂場のノンアルツビー21球入り、1日3球目安で お飲みいただく計算なので、およそ1週間分なんですが、税込み1080円、送料無料でお届けします。通常は1球当たり87円なのですが、今回は1球当たり51円で始められるんです。ですからおよそ1週間分が1080円ということ。そうなんです、ね、今回ですね、それだけじゃないんです、さらに申し込み特典として7つのトレーニングを収録した頭の健康トレーニングブックをプレゼントいたします。いや、これね、すごい楽しくゲーム感覚でできそうなんですよね。そうなんです、そうなんです。ねえ、なんかタイム測りながらとか、みんなで楽しくやると良さそうですよね。そうなんですよね。もうね、なかなか私もやってみたんですけど、なんかできなくてですね、悔しくて何回もやっちゃうんですけど。わかる。やっぱり、ね、家族にね、心配をかけたくないという皆さん、早めの対策は始めませんか。ただし、お一人様、一セット、一回限り、お電話はお急ぎくださいませ。山田養蜂場のノンアルツビー。お問い合わせは、携帯電話でも通話料無料のフリーダイヤル、0120-38-38-38、0120-38-38と覚えてください。返品についてもこちらまでどうぞ。はい。認知機能研究の世界的権威と山田養蜂場がタッグを組んだ、認知機能に働くことが報告された機能性表示食品、山田養蜂場のノンアルツ B トレーニングブック、楽しいですよ。こちらもついてきます。0120-38-38-38、0120-38-38-38、0120-38-38-38、山田養蜂場までお電話ください。田川さん、
ありがとうございました。ありがとうございました。原田信郎のびのび金曜日ではあなたのメッセージをお待ちしています。嬉しかったこと、楽しかったこと、何でもお寄せください。ナブリンと一緒に歌って笑ってのびのびのびきんで楽しんでね。メールはのびアットマーク jocr.jp まで待ってます。お便りもね、たくさんいただいてますけども、伊丹市の、柴犬コロコロさん。かわいい、柴犬好き。好き？うん。46歳の女性でございますけども、ね。はい、ありがとうございます。信郎さんのお宅にも鳩が来ていたんですね。ほう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 。我が家も1年以上鳩に悩まされています。ああ、長いですね。卵も産みました。ええー、産んだんや。私が洗濯物を干していても、まるでペットのように私の横で、巣の材料になりそうな枯れた草花を探しています。ここはね、私の家やからね、と説得しても聞く耳を持ちません。ほう。信郎さん一体どうすれば鳩が来なくなりますか？ああ。はい。という質問なんですけども。はい。信郎さんどうしたかですよね。信郎さんは結構戦ったのよ、いろいろね。いろいろとね、戦いました。はい。フクロウの人形みたいなの借りてきて。はいはいはい、はい。買ってきて。はいはい。それね、風が吹くと、くるくる回るんですよ。あー。だから、フクロウがいるみたいに見えて、はい、それを、に怯えて、もう来なくなるのかなと思ったら、はい、全然、ダメでした。なんか、CD をキラキラするとかね。あんなもあかんかった。やりました。あれもあかんかった。すべてやりましたが。はい。うちはね、これでよかったんです。鳩をね、傷つけたくはない。はいはい。と思うじゃないですか。うん、はいはい、で、うん、うまく追い払うことできないのかなと思って。はいはい、よ、うっとこうにこんといてってことですね。そうです、そうです。はい、で、鳩が嫌がるものがいいんでしょうね、きっとね。ほうほうほう。で、このね、チューブみたいなのに入った、うんうん、ハートジェルっていうのがありまして。ハートジェル？うん。それをね、手すり？手すりやね。はい。テラスの。はい。そこの手すりのところにビーってそれを塗っていったんです。はい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 。おさんも来なくなった。それハートジェルって鳩とかけてんねやろね。あ、そうかもわからない。鳩に優しく来ない、うん、傷つけずに売りつかんようにするというハートと。そう。鳩とハートで、ハートジェル。いやだからね、これがね、どこの鳩にも OK かどうかはわかりませんけども、うちはそれで来なくなりました。だからなんかマンションとかのベランダも、のぼろさんとこもむちゃむちゃ広いと思うけど、うん。むっちゃ広いとことかさ、うんうんうん。は、ちょっとわかりませんよってことですよね。いやいや、むちゃ広いところでも、はい。まあ、例えば半分だけそれをやってみるとかね。ああ、試しに。試しにね。ほほほ。おう、それを一回やってみてはどうでしょう。それどこで買うんですか？そのホームセンターで買えるんですか？あ、そうですそうです。ホームセンターとかで。ホームセンターにちょっとハートジェル、うん、ハートジェルっていうのを探していただくと、うん、チューブタイプだそうです。歯磨き粉みたいな。チューブ入りです。はい。はい。150g。はい。お値段も何も書いてないですけども。いくらぐらいやったんですか？いや、そんな高いもんじゃなかったですよ。1000円ぐらい？いや、わからん。いくらやったかな？でも本当に傷つけずに来なくなるんだったら、うん、2000円、3000円出すわな。うん、うん。だからそれが、剥がすときにね、うん、まだ綺麗に剥がせるようにしといてくださいよ。ああ、ほんならマスキングテープ先にやっといた方がいいんちゃう？ああ、そうやね。まあ、あれは剥がれる。そう、綺麗に剥がれるんで。剥がれるよね。マスキングテープをバーって貼って、うん、その上に出したらもう、テープ剥がせばいいだけやし。そうです、そうです。そうしたらいいと思います。はい。はい。やってみてください。はい。原田信郎。のーびのーび金曜日。のびのびのビリーヌのナンバークイズ。数字にまつわるクイズです。のぶりなおちゃん、どっちが正解に近い答えを出せるのか。正解した方を応援してくださった方の中からお一人に、ラジオ関西特製クオカードをプレゼントさせていただきます。はい。
今日もですねクイズを出題してくれますのびりーぬ来てくれてますよ。妖精ののびりーぬ。はい、のびりーぬです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。盛り上がっておりますな。はい、数字クイズはい、頑張ってくださいね。はいはいはい。何それ先週僕2連勝したよね。久しぶりにね。あ、久しぶり言うなちょっとだから今日は頑張りたいんですよ私。ちょっと舐めてかかってたよね僕をね。そんなことない、そんなことそんなことないよ。僅差で負けたからね。いやらしい言い方するわ僅差で負けは負けでしょほーほー、保険業か保険業や。じゃあ今日頑張るわ。春やからね。そやね。まだ聞かへんけどね。バチバチしておりますけれども頑張っていただきたいと思います。頑張ります。さて、ノビリーズのナンバークイズと言いますと、うん、カピバラの長風呂対決です。うわ、これ何遍出てきてもあかんわ、私。カピバラね。カピバラね、はい。今年も2024年1月27日ああ、全国5カ所の動物園にいるカピバラさんたちが、はい、熱い対決を繰り広げました。うん、ああ、1位に輝きましたのは長崎バイオパークのドーナツさん。ドーナツさん、ドーナツかわいい。うん、記録は2時間53分57秒ですが、うん、おう、5位の石川動物園のシータさんは、どれぐらいの長さだったでしょう。うん、今日は5位の記録を考えてください。5位。5位。一番短かった人やで。あ、そうそうか。だからあのほな5頭出て5番目ってこと？そう、ベタ。そういうことです。ベタです。1位は2時間 ?2 時間53分57秒でした。おー。ちなみに2位は伊豆シャポテン動物公園のトリュフさん。うん、3位は埼玉県子供動物自然公園のヘチマさん。4位が那須動物王国のコブさんでした。5位は石川動物園シータさん。どれぐらいの長さでしょうか。ああ、5位ね。はい、ベタ子ね、はい、でこの1位違いのこの時間の差っていうのがどれぐらいのもんなんかなっていうことやね。要はそうやね。ちゃうじゃが1位と2位では1時間違うわとかね。うん、そんなんやったら5位ってだいぶ下の方でしょ。うん、うん、なかなかいい線いっとるね。いっとる。それではヒントを言いましょう。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ヒントなしでいこう。いや、自信あるってことやん。ほな聞いてみよう。え、いや、ほんなヒントなしでやりましょう。聞いてみよう、聞いてみようはーい、お願い。見てみましょう。はい。はい、1位と2位の間は、1時間空いています。1時間なんや。やっぱり、気が早かったよかった。1時間でしょ？へぇー。1時間でしょ？はい。ああ、そうか。はいはいはい。じゃあ、こんなもんかな。ね、全国5カ所でね、同じ日にやっております。はい。これよりまだ。気候は同じような感じなんかな。うん、ちょっとわからんな。あ、これでいこう。はい。はい。OK です。なおちゃんいけた？はい。いくよ。はい。せーので、ドン！ 25 分。おお！ 15 分。うわ最初24分にしてたんやけど。ほんまや。24分したけど、もっと短いやろうってことで、15分にしました。私25分。どうでしょう？答えは、26秒！そっちじゃん。ラブリン中地、やったーやったー。5位のシータさんは26秒でした。何それもう暑がりなんや。そうやね、最短記録を更新しました。いや面白いね。はよはよ次行かな。はよはいはい。で、はいはい、ノブローが勝ちましたので、はい、ノブリンの勝ちと予想してくれましたファイトさん、
尼崎の方です。おめでとう。おめでとう。クオカードをプレゼントします。おめでとうございます。はい、はい、もう一枚いく。はい、お願いします。ただいまの放送は春田のブランナビナビ金曜日ナビナビナビリーヌのナンバークイズでございますが、はあ、アメリカアラバマ州の、うん、ラジオ局、うんうん、突然放送を中断することを余儀なくされました、うん、それはなぜかと言いますと、はい、電波塔が盗まれました。へぇ、電波塔が盗まれた。それでは問題です、はい、このアメリカアラバマ州の盗まれた電波塔は何メートルだったでしょうか。長いの短いの。ちなみに、うん、ラジオ関西の淡路の送信アンテナは135メートルです、うん、あ、その塔の高さを言うの。はい、そうです。わー、そういうことか。淡路島にね、ラジオ関西は電波塔がございます。なおちゃん見たことある。ないの。マジで。僕は淡路島しょっちゅう行くけど、うん、必ず東浦の方やね。はい、このように、うんうん、これこれこれ、日本立っておりますよ。日本立ってんねん。はい、135メートル。この日本の間隔も135メートルでございます。そうそうそう。で、いつもそれ見ながら、ありがとうね、いつもね、とか働いてくれてありがとうって言ってんだよね。あら、そう、淡路ワールドパークありがとう、さよなら言うてる。さよならまだ言ってない。もう1分42です。何メートルでしょうか。何メートルか、はい、盗まれたの。アメリカ、はい、アラバマ州。はい、はい、はい。はい。せーの。せーの。ドン。10メートル。20メートル。答えは言います。答えは、60メートル。ラブリン中島。やったー。もう、神戸市中央区のゆきりん。おめでとう。おめでとう。調子取り戻したあかんやんか。よし。さあ、それでは当選者の発表です。あのねのね50周年コンサート記念タオル当たったのは、大阪平野区のサンパルより愛を込めてさん、加古川市の本こそ我が命さんです。おめでとうございます。60メートル。はい、60メートル。おー、だって盗んだんやろな。うん、何何何何、どうやって盗んだんでしょうね。カオちゃんどうしたの。大丈夫。ちょっとおかしいわ。なんか僕もそういう時あったよ。スランプってあんねん。スランプ。スランプちゃん。スランプちゃうわ。トランプか。トランプ。トランプスも違うわ。はい、ということでお別れでございます。お別れでございますね、はい、今日はなんかこの後あるんですか。この後ですか、はい、この後あの打ち合わせがございます。あ、そうですか。はい、何か何もないです。何を聞きたかった。機嫌よく仕事行くんやろな思って。そうです、機嫌いいですよ。はい、はい、原田信郎と久米村直子でした。はい、また来週です。さよなら。